はいそれではお時間となりましたので始めたいと思います皆さんこんにちは改正民法ここが変わる債権総論編というタイトルで1時間今日ですね70分程度お話をさせていただきます担当いたしますのはレック専任講師で弁護士の日高と申しますよろしくお願いいたします今日はですね横先生 えがあの普段あの講義をされているあの渋谷駅前本校というところから、同時中継も含めて、その,あのガイダンス講義という形でお話をさせていただきます、でえまあおそらく皆さん、お目当ては横溝先生だと思いますでまああので、私、はちょっと前座としてえお話をさせていただければと、軽くですね、思っております。 で、えー、皆さんお手元にこちらのレジュメがですね、えー、あるかと思いますが改正民法ここが変わる債権総論編ですね、えー、まだあのお手元にない方もしいらっしゃいましたら、えー、ちょっと黙って挙手してですね、えー、いただければと思いますよろしいですかね大丈夫ですかはいえっ、ー、とそれでは、えー、早速ですが、えー、お話をさせていただきます まずあの改正民法ですね、これはあの債権の改正と俗に言われるんですけれども、ただ、の今年の,あの行政書試験の、ですこ、ねまあ、今年というのは令和2年の行政書試験になりますが、あの今年というか、来年、次の行政書試験ですね、これは令和2年の行政書試験になりますが。 この改正民法の中でも債権、まあの改正だけではなくあの相続法の改正ですね、まあ、これはこの後あの横溝先生が詳しくお話をされると思いますけれどもその改正点が、まあ、あの根こそぎこれは施行されましてで試験にも反映されるという流れになっておりますそこでこの債権総論編というふうに銘打ちましてこちらでレジュメを作っておりますけれども これ実はですね、あの池袋ですでに民法総則編というのをやっておりまして、まあ、一連の,そのシリーズもののガイダンス講義ということになります。債権総論編がありまして、その後あの債権閣論も実は用意してありますけれども、一連の,そのガイダンス講義の一環として、今回ですね、実施をさせていただくものということになります。で再建法のの改正が、まあ、どの程度ですね えー、その試験に影響を与えるかといいますとこれはの改正点があの出ないということはまずありえないとでそれどうしてかというと債権、えー、の、まあ、改正あの民法総則も含めてですが、えーまあ、およそあの200項目以上ですね改正がありまして、えー、民法はの全体であの1000か条以上ですね条文あるわけですけれども、まあ、そのうちの,その、えー、約5分の1程度が改正されるしかもあのかなり重要な 条文に関する改正がですね、含まれておりますので、これ、必ず試験には反映されると、ですから、来年のですね行政書試験を受験、お考えになっている方にとっては、これはもう、必須の知識ということになるわけですね、どこがどう変わっていくかというところは、きちんと理解をしておく必要があります。で、早速ですけれども、ちょっとまず、改正中身に入る前にですね、 えー、2点、ちょっとあの知っていただきたいことがありまして、これ、民法総則編でもお話をしたんですが、えー、改正民法、ここが変わるということで、まあ、あの今回、の債権の改正の趣旨をです、ねえーまあ、踏まえて、えー、きちんとです、ね、説明をして,きしていきたいと思っております。まあ、あの時間の関係もありますので、あの全部まんべんなくというわけにいかないと思いますけれども、えーまあ、重要なポイントはです、ね、きちんとあの、まあえー、お話をしておきたいと思っております。 で改正にあたって、今回です、ね、あの法務省が明らかにしている改正の,その趣旨というのが2つあります、まずそれをきちんと理解した上えで、押さえていただきたいと、でまず第1点としては、まあ、今あ、少し申し上げますけれども、第1点としては、判例、今まであの数多く存在していた判例と、そして通説ですね、これを条文化する。 これはどうしてかというとあの一般国民にあの理解されやすい民法に変えるという趣旨ですね一般国民にみあの理解されやすい民法に変えるという趣旨で判例や通説を条文化するつまりもともと民法の、えー、文言の解釈としては、えー、例えばです、ね、民法総則でいうと園用、えー、権者あの当事者という言葉の解釈ですけれども、えー、数多く判例があったと。しかし、か えー、民法を全く勉強したことのないあのど素人の方であればです、ねえー、一体どういう人があの自己演養できるのかということについて、えー、全くわからないわけですねですから判例通説を条文化して、えー、そこをあの明記したというものになりますでもう一つの趣旨は何かというと、まあえー、これは社会、経済、情勢の変化 変化への対応という趣旨になります社会経済情勢の変化に合わせて、えー、例えばですね、まあ、あの早速これから出てくるわけですが例えば法定利率これ、えー、従来は1年あたり5%ですね年五分という法定利率が定められていましたがこれはあのその実勢金利からしても高すぎるんではないかとでそこで、えー、3%にまず下げると。 で3%にしただけではなくて、さらに変動金利制に変えていくと、そういう対応を指しているわけですね、ですから、この社会経済情勢の変化へ合わせて改正をしていると、こういう改正点が含まれております、はいまああの。この2つが大きな趣旨ですね、この2つが大きな趣旨なんですが、実はよく見ていくと、このどちらにもちょっと当てはまらないんじゃないかという改正も実はあります。 それはおいおいですね、説明していきますけれども、この2つの趣旨が主な趣旨で、それ以外のものも含まれていると、まずは理解をしていただければ結構です。はい、えー、じゃあ、ちょっと早速ですが、1ページから見ていきましょうか、1ページの1番のところから、順を追ってですね、ご説明をいたします。で、このレジュメあのちょっと時間の関係もありまして、その講義時間ですね、講義時間の関係もありまして、かなりダイジェストしておりますので、 えーまあ、詳しく条文載せているところは逆にあ,のあまりあのさらっとですね触れる程度にして、えー、条文の載せていないものもありますのでそこはあのむしろあのちょっと詳しめに6本、えー、見ながらですね、えー、ご説明をしていきたい,い,きたいと思います。 でこ,こでは9というのはあの現行法、まあ、あの今現在、ですね、この11月23日現在に施行されているものを指していますが、新というのが令和2年4月1日、ですね、来年の4月1日から施行され、しかもあの行政書試験の出題範囲に含まれる改正法ですね、これを指しております。でまず1番ですが、 特定物の引き渡しにおける全管注意義務、まあ、これはあの通説の解釈をそのままあの条文化したものと理解していただければ結構でして、えー、善良な管理者の注意というのは具体的にどうやって判断するのかということがこの下線部分ですね、まあ、契約その他の債権の発生原因そおよび取引上の社会通念に照らして定まるという判断基準を明確にした上でえで、ー、全管注意義務がどういうものかということを明らかにしたものということになります。だから 1>, えー、1、2でいうと、まあ、丸1番の改正に近いあのまあ当たるということになります。はいえー、続きまして、えー、2番目ですね、えー、法定利率に関する変動性の採用とありまして、えー、これは先ほどの丸一丸二でいうと、丸二番の改正に当たると、つまり、えー、社会経済情勢の変化への対応ということになります。でちょっとと中身を見ていきますと <laughs> 利息を生じるべき債権について別案の意思表示がないときはその利率は利息が生じた最初の時点における法定利率によるで法定利率は年3%ここですね。年3%になりますそして3%になるだけではなくてさらに変動金利に変わっていくとこれが 3, 番以下ですあの3項以下ですね。 全項の規定にかかわらず法定利率は法務省令で定めるところにより3年を1期として1期ごとに自項の規定により変動するものとするとありまして変動金利にするということを明確化しているわけですねつまり3年ごとに見直しがなされるということになりますで4項5項はもうここではちょっと触れませんけれどもあの要は4項5項のルールに従って変動していくというものになるわけですね。 であのおそらく試験の範囲として4項、5項のようなあの細かいですねどういう仕組みで変動していくのかというところまではあのおそらくあの初年度では出されないと思いますがあの、まあ、ここは、ですねただあのどういうルールで変動していくかということはぜひ、えー、4項、5項に規定があるということを理解しておいてください、まあ、大まかに言うとこれ1%刻み、ですあのつまり 0. 何という単位では変動しません。 つまり 3, 3年ごとに見直しをかけてで過去5年間の,その基準割合というのがそこに定められているわけですがその基準割合にのっとってその増,減あの増減幅ですねこれが1%を超えるようだったら1%を加算または減算するとそういうルールになります。でこれはは、ね、行政権対策というよりはむしろあの実務的な、 その必要性の高い改正ということになるわけですが、まあ、実務的に影響の大きい改正ですね、えー、ということになるわけですが、例えば、あの今あの、講義をお聞きになっている皆さんの中にも、あの保険会社、お勤めの方いらっしゃるかもしれません、あの損害保険会社ですね。でここれれ損害保険ののの実実実務務務ににおいてては私も的際業として、えー、交通事故の 裁判よく手けけけてるわけですけれども交通事故においては例えば異質利益とというものを計算することがあるあとは、まあ、皆さんもご存知だと思いますが遅延損害金というものも計算する必要があるで遅延損害金に関しては従前5%だったものが3%になりますので単純にこれは少なくなるわけですねところがこれはあの一室利益の計算にあたってはこれはライプニッツ係数というちょっと特殊な あの計算方法がありまして、これはの、はいわゆる中間利息控除、つまり、えー、例えばあと30年間働けたはずの人が、えー、あの単純に例えば後遺、ね、障害に残った、で労働能力が5%失われた、14、9だと5%なんですけれども、5%失われたというときに、そのときに、えー、5%失われ、低下した、でそのお事故にあった年の年収が、えー、例えば500万だとしますと。 でその500万の5%を単純に30年かけるんじゃなくて中間利息控除をしましてその30を一定の割合に圧縮するわけですね例えば30年だと15.3725という係数になりますでその計算を行うときに実はこの法定利息の利率これが影響してくるわけです つまり1年当たり5%で計算をしていわゆる週間利息をこう圧縮していくわけですけれどもこれが5%から3%に下がることによってどういう影響があるかというと利益は実は実かなり上がるんですね。つまり交通事故に遭って後遺症害を負ったという人がいたときにそのときにです、ね、従前だと1室利益として例えばざっくりです、ね、14級しかつかなかった後遺症害等級14級ついたと。 でこういういい方がいてあの年収500万円で37歳のときに時効にあったとで、そうすると残りの年数が30年間働けるという年数があるわけですが、その方が例えばです、ね、後遺障害の一室利益として請求できる金額としては、あの計算上は384万と3125円になるわけですね、これが3%になると、これがぐっと上がっていくということになるわけです。ですから、えー あの相当、実務的にも影響が大きい改正ということになるわけです。まあ、ですから、保険会社はあの非常にこれ大変なんですね。しかも変動性ということになりますとこれは3年ごとに見直しされる可能性があるわけですから相当、これは実務的に影響の大きい改正点ということになります。はい、じゃ次のペペーージジを見てていいただきまして2ページはい えー、不能による選択債権の特定とありまして、まあ、選択債権自体はあの例えば試験対策上はあまりあの試験に出ないという条文ですから、まあ、あのそもそも旧法をです、ね、あまりよく知らなかったという方も多いと思いますがあの従来はです、ね、これいわゆる履行不能あの選択債権における履行不能があったときにこれ危険負担あの一種の危険負担の規定があったわけですねでその危険負担の,あの規定自体が見直されています。 534条とか536条ですね、まあ、このあたりが見直されていますので、その危険負担の規定の見直しに合わせて、この選択債権の特定に関しても、まあ、この米印に書きましたが、あの改正前と違いまして、改正法では、その選択債権の特定が生じるのは、その選択権者があの過失がある場合ですね、に限って特定されると。つまり 例えば2つの給付のうちどちらか選べますよという事例があった時に選択権者の過失によってどちらか1つが履行不能になった時には特定が生じるとそういうふうに変わっていったわけですね従前は双方に過失がなく不能が生じた時には特定するという規定になっていたわけですがそれが変わっていくということになります。はい そして4番は、これはやはり通説を条文化したというものですね、一般的な解釈を条文化したもので、その期限の到来した後に、履行請求を受けたとき、またはという部分が加わっていると、つまり期限の到来したことを知ったという主観的な起算点だけではなくです、ね、主観的なその履行地帯時期だけではなく、期限到来後にその履行請求を受けたときという部分が加わっているということになります。<laughs> はい、そして受領地帯、これはちょっと試験にも影響してくるかなというところですね、これはもともとの判例の知識を身につけていなければいけなかったわけですが、それが実は条文化されています、まあ、判例通説ですね、判例通説を条文化したものということになります。ちょっと見ていきますと、債権者が債務の履行を受けることを拒み、また受けることができない場合において、これが受領地帯というやつですね。 その債務の目的が特定物の引き渡しであるときは履行の地帯をしたときからその引き渡しをするまで事故の財産に対するのと同一の注意を持ってその物を保存すれば足りるとでえつまりここは通説を条文化したものということになるわけですね。ねつまり 故意または重過失によってその物をあの保管している物を損傷したという時には責任を負うわけですけれどもそうでなければ軽過失でちょっと傷つけてしまったという時には免責されるとそういう規定に変わっております。<laughs> はい、そして条の2項ですね 債権、えー、者が債務の履行を受けることを拒みまた受けることはできないことによってその履行の費用が増加したときは例えば保管費用ですね。補完費用が発生していますと、えー、その増加額は債権者の負担とするこれも通説ですね条文化したということになりますいずれもこれは通説を条文化し,たしているものですがもともとはあのテキストに書いてあって条文には書いてなかったというものですねこれを今度は6法できちんと覚えていけばよいということになります。<laughs> はい、で6番の履行の強制はこれはあの行政書試験では過去そうです、ねまあ、10年間でもあの一度出てるか出てないかという程度のものですけれども。 もともとこれ民事執行法にあの十分な規定があるわけですねですから、えー、履行強制が債権の効力として、えー、存在しますよということを示す意義しかなかったわけですですから、えー、このように、えー、かなり簡略化されているとあの従来のその414条と比べるとかなり簡略化されているとそういう改正になります、はい、じゃあ、えー、3ページですねこれも見ていきましょう <laughs> 415条、これはちょっと大切な改正になりますよね、あのもともと415条は1項あのに当たる規定しかなかったところが2項も加わっているということになります。ままず1項のとところを見ていきますと <coughs> 債務者がその債務の本心に従った履行をしないときまたは債務の履行が不能であるときこれもともとは前段後段に分かれていたものをまず一つにまとめているという改正になりますあるときは債権者はこれによって生じた損害の賠償を請求することはできるただしその債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに 期することができない自由によるものであるときはこの限りでないとありましてこれはあのどういう意味を持っているかというとですねこれ正しがき以下のところで、えー、債務者の責めに期すことができない自由によるものであるときにはあの免責されますとつまり正しがきで免責、えー、自由の形にまああの棄責自由をですね、えー、定めているということになるわけですね。 で、えー、面積自由が自分にあるということはこれはあのここで言うと債務者ですね債務者自身にそのの証明の責任がありますつまり、これはあのもともと解釈解釈上はこの奇跡自由の有無についてはこれは債務者に立証責任がある証明責任があると返されていたわけですね。 であの最近の行政書試験というのはちょっとあの少しスキルあのそのそレベルがアップしてまして昔は証明責任の所在とかってあまり問われなかったわけですが最近はあの証明責任の所在問われています例えば即時取得の問題ですねあのこれ物件法の話になりますが即時取得の問題ではあの善意無可っというのは一体誰が証明しなきゃいけないのかということが問われたりしていると。 でそれはあの全てですべ、ね、て、この取得者の方において悪意または有価失であったことを証明しなければいけないということが言われて、あの真の権利者において悪意または有価失であることを証明しなければいけないと返されているわけですが、それと同じようにもともと415条では、これは債務者の方に事故に奇跡自由がないことを証明しなければいけないと、そのように返されていたわけですね。 そのような判例通説の見解をそのまま条文化しているそして、えー、これ一つ覚えておいていただきたいのはあのこれ本文と正し書きの形式に分かれていますが本文の方はこれは請求する側が証明するべきものつまり債務不履行の存在自体はこれは債権者側です、ね、が、えー、証明すべきものでだし書きっていうのはそのおその証明責任がいわば転換される。 つまり、えー、ここでいうと債権者と債務者が対立していますので債務者の方に証明責任が、えー、いわば移っているわけですね、えー、本文正し書きの構造というのは証明責任がどっちにあるかを明確化するとそういう意味があります、まあ、もちろん原則例外という位置づけなんですけれどもつまり本文の方に書いてある方が原則でそこに書いてある要件についてはその請求する側が証明する。で、 正だし書きに書いてあることについてはこれは例外的な規定であって相手方、つまりあの訴訟でいうと被告ですね被告の方が証明しなければいけないという構造になっています。で、2項ですね、えー、じゃあ見ていきましょう全項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において債権者は次に掲げるとできは債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる債務の履行に代わる損害賠償の請求これがポイントですね。 これを一般に店舗賠償と言います。で店舗賠償に関しては数多くの判例そして通説が存在するでその解釈をそのまま条文化しています判例通説を条文化した例えば債務の履行が不能であるときにはその例えばあのそうです、ねえー、家の売買がなされた家の売買がなされてで売り主は引き渡し義務を負っているわけですがところが売り主の失火によって その家が、えー、燃えててななくなっっしまったという時に債務の履行つまり引き渡し債務の履行は不能になってますのでこの時にはその家の,あの価格に相当する金額ですね例えば3000万円相当の家であれば3000万円という金額これを払わなければいけないあの請求することができるということは逆に言うと払わなければいけない。 これが店舗賠償という考え方になります。店舗賠償といって要は穴埋めするということですねその時価相当額を穴埋めするこれが店舗賠償というものになりますで2号3号も同じですね店舗賠償に関する場面を通説に沿って規定したものということになります、はい、じゃあ8番のです、ね、損害賠償の範囲 まあこれもあの通説の条文化ですから、えー、その程度に理解していただければ結構ですが、まあ、あの相当因果関係説あのをまあ条文化したものと解されていてその相当因果関係説というのはその規範的な判断であるとでそこで規範的な判断であるということを明らかにする趣旨で、えー、事情を予見すべきという表現に変えているこれが416条2項のまあ改正点ということになります。 はい、そして過失総裁も同じく条文の、あのその通説の条文化ですね、通説の条文化、えー、債務の不履行、またはこれによる損害の発生、または拡大に関して、債権者に過失があったときは、裁判所はこれを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定めると、418条のポイントとして、皆さんよくご存知であるはずのところというのは、あのいわゆる722条2項との,あの対比ですよね。つまり 不法行為における滑走葬祭と、えー、債務不履行における滑走葬祭どこが同じでどこが違うのかというところですけれども例えば、えー、責任について考慮ができるかどうかとかですね、あるいはその定めることができるなのかそれとも定めるとあ端的に規定されているかどうかという違いがありますただ今般の改正点はそこではなくて、えー、債務不履行またはこれによる損害の発生もしくは拡大とあっていわゆる拡大損害例えば あの安全配慮義務違反というですね、債務不履行の一番面がありますが、あの労働関係で、例えば、環境が悪くて、えー、労災事故ですね。労働,そのえー、働いている間に、最中に怪我をしてし,してしまった。しかも、それは、会社の,その環境整備が整っていなかったがゆえに、というケースですで。この時に、例えば、えー例えばですね、きちんと一週間入院していれば、えー、ちゃんと治ったはずなのに、無理してですね。えー、例えば、二日で退院して。 しまたた仕事を再開したとで。このように債権者側の過失によって損害が拡大した、まあ、無理したがためにです、ね、より被害が拡大したというケースにおいてはその債権者の過失をさらに考慮して、えー、減額しますよという規定になっているわけです。これが滑走 はい、そして10番ですが、賠償額の予定という規定もあります、えー、賠償額の予定に関しては、この9法をここで挙げてますけれども、後段部分が削除されたと、まあ、これはあの通説的な見解ですね、まあ、あのここを設けてなくても当然に増減額はできないんだということを明らかに、まあ、あの踏まえてです、ね、ここは改正したということになります。はい、じゃあ4ページを見ていきましょう これ4ページのこの11番、12番はちょっとあまりにもあの改正点が多かったためにです、ね、レジュメではかなり省略していますで。まず11番が債権者代意権、これはあの民法ですね勉強された経験ある方にとってはあのよくご存知のはずの規定ですけれども、まあ、従前はあの規定があのほとんどなかったわけですねところがあの判例通説の,あの累積がありますのでそれはきちんと条文に盛り込んでいったというのがメインになります。 423条から423条の7というふうに、あの枝番号で,す、ね、でどんどん条文が追加されています。でまあ、よく見てみると、ほとんどが判例通説の条文化になっています。で例えばです、ね、423条もこれ、改正されてるんですが、423条本体自体もです、ね、改正されておりますけれども、まあ、ちょっと見ておくとです、ね、まあ、これ、6法で参照しますけれども。 申し上げない方はほとんどだと思いますので、えー、これはの画面の方を見ていただければ結構でして、4231項が債権者代位権の要件 <laughs> で、えー、債権者は事故の、えー、債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利、えー、以下、非代位権利、まずあのあの文言がです、ね、定義されています、えー、債務者に属する権利を非代位権利というふうに定義されています、えーを。を行使するることはできる、えー、ただし 債務者の一身に専属する権利及よび差し押さえを禁じられた権利はこの限りでないとあるわけですね。で2項が債権者は債権の,の期限が到来しない間は非代権利を行使することはできないただし保存行為はこの限りでない例えば時効,あの時効の完成猶予更新のための手続きですね。時効完成猶予更新のための手続きについてはこれは保存行為です、ね、にあたるのでやってもよいと。 で実は2項を見てです、ね、あのピンときた方はあのこれあのよく420、3を読み込んでいる方ですがあの2項にあの当たる規定の中で裁判上の代というものがなくなっているわけですね裁判上の代という制度がここで廃止されていますさりげなくですね、うんえー、そして、えー、3項も見ていきましょう債権 <laughs> 者はその債権が強制執行により実現することのできないものであるときは非代権利を行使することができないと。 あるわけですが、この三項は純粋に新しく作られたもの。まあこれも通説の条文化ということになります。この四百二十三条三項というのは新しく作られた規定ということになります。はい。でその他もですね、ちょっとあのできる限り時間の許す限り見ていきますが、四百二十三条の二というのがあって、代行使の範囲に関する規定ですね。代行使の範囲に関する規定。 債権者非代権利を行使する場合において非代権利の目的が過分であるときは例えば金銭債権ですね過分であるときは事故の債権の額の限度においてのみ非代権利を行使することはできるつまり債権、えー、者が持っている債権、えー、ですね保全の対象となっている債権、非保全債権ですねその範囲でしか行使できませんよというこれは通説の解釈そのまま条文化したということになります。 ですから、これはの民法をです、ね、勉強したことがある方にとってはこれテキストには書いてあったなという知識になるわけです、ね、でただあの、それが条文の形になってますので今後は条文知識としてあのきちんとですね、理解をして押さえておく必要があります。はい、じゃ423条の3は何かというとさあこれもあの実は判例が有名な判例があるところなんです。ね、条の3 ちょっと見ておきましょうか債権者への支払いまたは引き渡しというものです423条の3で債権者非代権利を行使する場合において非代権利が金銭の支払いまたは動産の引き渡しを目的とするものであるときは相手方に対しての支払いまたは引き渡しを事故に対してすることを求めることができる。 この場合によって相手方が債権者に対してその支払いまたは引き渡しをしたときは非代権利はこれによって消滅するというものになってましてこれはもう有名な判例のあるところということになりますつまり直接事故に例えばお金を払えと請求できるわけですね債権者がその債務者が持っているその非代権利ですねに関して直接事故に支払いなさいということが言えるんだということになります。 はい、ちょっと以下はですね、あの省略しますが423条の4で相手方の抗弁を使ってもいいんですよという規定が置かれていたりあるいは債権者の取り立てそ,その他の処分の権限等です、ね、に関する規定が置かれているということになるわけですね。で一応、ダイジェストとしてレジュメではどういう改正がなされているかというところは書いてあります。 まあそうですねちょっともう一つだけ見ておきましょうか、423条の7という、これも有名な判例のある規定ですね、有名な判例のある規定なんで、これだけは見ておきましょうか、423条の7、登記または登録の請求権を保全するための債権者代位権といって、いわゆる転用事例です、あの転用事例をそのまま条文化していると、423条の7。 登記または登録をしなければ権利の特措及よび変更を第三者に対抗することはできない財産を譲り受けたものはその譲渡人が第三者に対して有する登記手続きまたは登録手続きをすべきことを請求する権利を行使しないときはその権利を行使することができるとありましていわゆる転用のケースをそのまま条文化したものということになるわけですね。 はい、えこのように、まああの、おそらく今まで皆さん勉強されたことがほぼそのまま丈夫になっているというふうに理解していただければ結構です、この債権者、代権に関しては、えー、もうほとんどです、ねえー、今までの知識が役に立つということになるわけです、他方であの今までの解釈と違う規定も実はいく,あのいくつかありまして、423条の5というのは実はです、ねえー、これ、今までの知識では、えー、とは違う。 だから423条の5と423条の6っていうのは、これ、従前の知識では対応できない、むしろ反対の解釈を取ってますので、そこはちょっと注意をしてください。例えば423条の5ですけれども、債権者が非大権利を行した場合であっても、債務者は非大権利について、自ら取り立て、その他の処分をすることを妨げられないとあるわけですね。 つまり、あの債務者というのはあの債権者が債権者代金を行使したときにはもう自分の処分権限は失ってしまうというのが通説、あの判例の見解だったわけですね。ところがその見解を180度変えてしまって債務者もあの権利行使していいですよとうう変えているわけです、これ大きな改正、えー、点ですよね、えー、従前の解釈とは全く違うということになります。 でえー、債務者自身も権利行使ができるようになったわけですからそこで権利行使の機会を与える必要があるという趣旨の解釈が、えー、これが423条の6ということになります。非大権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知つまり、えー、非大権利に関して債権、えー、者代位訴訟という訴訟が提起されている場合にその時に債務者自身に権利行使の機会を与える必要があるわけですね。 でそこで訴訟告知といって今、訴訟をやってますよという通知をしなければいけないそういう制度になっているわけですえ債務者は被害権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく債務者に対し訴訟告知をしなければならないこのようになっているわけですね、まあ、このあたりちょっと民、民事訴訟法上の,まあその解釈、論点の1つだったわけですがそれが民法の改正にまああの反映されているものというふうに理解していただければ結構です。はい。 えーまあ、あの以上がその債権者代位権に関する、まあ、改正点ですね、まああの、ほとんど全部見てしまいましたが、えー、その債権者代位権に関する改正点がいくつかあると、でほとんどは判例,条文のついあの判例通説の条文化という改正ですけれども、中には判例通説ではないものが含まれていましたので、そこはちょっと注意をしてください。はいでえー、続きまして、えーじ、4ページの下ですね。 十二あの十二番というのを見ていきましょう。差替行為取消し権。これは四百二十四条から四百二十六条までとありますが、あの間にあの枝番号の条文がですねかなり追加されてますので、実は相当あのボリュームの大きい改正ということになります。で、四百二十四条自体はこの一項の改正点ですね。この矢印の一つ目を見ていただくとえ、取消し対象が法律行為という表現から 行為に改められたとこれはどういう趣旨かというと例えばあの弁済のような準法律行為ですねあのこれはあの厳密に言うと法律行為そのものではないわけですからその準法律行為なども含めてすべ、えー、て差害行為取り消しの対象にしようとしたという趣旨ですでそこでえ法律行為ではなく行為という端的な表現に変えたというものになります。 で丸2番が非保全債権の範囲を明確化したというもの、まあ、これはあの通説の条文化ですね、で非保全債権の種類を明確化したとありまして、これも同じということになりますで。次の矢印なんですが、破産法の否認権制度を参考にしつつとありますけれども、これはあの破産法という法律がありまして、 えー、これがあの平成年14年ですかねあの大改正されてるあの昔あの漢字とカタカナの,あの古い条文だったわけですがそれがあの現代語化された。 で現代語化されたと同時に、従前の,その破産法上の解釈ですね、判例通説の解釈を条文化していったというものがあるわけですが、まあ、これに沿ったかあの改正が、今回あの、差害行為取り消しでもあの導入されたというものになります。424条の2ですとか、424条の3、424条の4ですね、まあ、これらはいずれも差害行為取り消し権の要件に関する特例ということになります。 例えば、ですね、えー、どういう改正がなされているかというのを少しだけ例を見ておきますと424条の、えー、2以下ですね。まあ、ちょっとだけ見ておくとですね、こういう改正になっているとあちなみにですね、424条の見出しも変わっています、差外行為取り消し権だったものが差外行為取り消し請求。 ここで請求というのは、もちろんこれ、訴え提起ということを意味している、つまり、差害行為取り消し権は訴訟提起の形でしか行使ができないわけですね、その趣旨を明らかにしたのが、差害行,行為取り消し請求というです、ね、あのタイトルになります。はいえー、そして424条の2です、ね、相当対価を得てした財産の処分行為の督促とありまして、えー、これはあの、返還弁済と。あの これは返還明細ではないですね、失礼しました、えー、これ相当対価を得てしたあの財産の処分行為の特則と呼ばれるものですけれども、えー、424条の,、えー、の第1項の柱書きを見ておくと、えー、債務者がその有する財産処分する行為をした場合において、受益者から相当の対価を取得しているときは、えー、債権者は次に抱える要件のいずれにも該当する場合に限り、つまり、1、2、3、1号、2号、3号、全部を満たす必要があります。 次に係る要件のいずれにも該当する場合に限りその行為について差外行為取り消し請求をすることができるとありましてで1号がです、ね、その行為が不動産の金銭の緩和その他の当該処分による財産の種類の変更により債権者において陰徳、無償の供与その他の債権者を害することとなる処分をする恐れを現に生じさせるものであること。 つまり、差外的なあの相当対価を得てする処分ですね相当対価を得てする処分だとしても差外的な処分であれば、えー、許しませんよというものです。で2号、えー、債務者がその行為の当時対価として取得した金銭その他の財産について隠得等の処分をする意思を有していたつまり隠得意思があの要件になっています主観的要件ですね。えー、そして3号 受益者がその行為の当時債務者が引渡等の処分をする意思を有していたほど知っていた、つまり受益者の悪意ですねという要件がここで課されております。このようにあの相当対価をして、えーえー、得てですね行う財産の処分、まあこれはあの非人権の制度でいうと差外行為否認というんですけれども、この差外行為にあたるかどうかについては結局 あの従前の判例の解釈だと不動産を売却してお金に変える行為自体が、まあ、これは差額性が強いとされていたわけですけれどもあの要は固定資産を流動化するわけですから差額性が強いとされていたわけですが、えー、このあの今回の改正点では,これは否認権の制度を参考にして、えー、単にお金に変えるというだけではなくて、えー、しかもあの差害あの,差害の意思があるつまり陰得等の意思があること。 そしてしかもその隠匿等の目的で行っているということを相手方が知っている悪意ですねそこまで要件としたとということになります、はいえー、そして424条の3がこれが特定の債権者に対する担保の供与等の督促というものでこれがあの変化行為と呼ばれるものですね変化というのは偏っているという意味なんですけれども変化行為と呼ばれるものです。 つまり、特定の債権者に対してだけ優先的にあのお金を払ってしまうなんていうケースですね424条の3が規定しているのはそういうケースになります、えー、債務者がした既存の債務についての担保の供与、または債務の消滅に関す,債務の消滅に関する行為について債権者は次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り差額を受け取り請求をすることができるとありまして1号が えー、その行為が債務者が支払い負の債務者が支払い能力を欠くためにその債務のうち弁債機にあるものにつき一般的かつ継続的に弁債することはできない状態を言う、えー、事故1号において同じの時に、えー、行われたものであることつまり支払い不能時以降に行われた行為であることですね。 で二号がその行為が債務者と受益者とか通報して他の債権者を害する意図を持って行われたものであることという要件になります。はい、これがあの変パ弁済と呼ばれる行為ですね。変パあの変パ行為と呼ばれる行為になります。 でこれもともと判例通説、えー、あったところですけれども、えー、要件を明確化したしかも否認あの破産法の規定をです、ねえー、参考にして、えー、明確化したものということになります。 はい、であのちなみにあのもうここでは読みませんけれども、424条の4はあの、過大な大仏弁済ですね、大仏弁済があの不相当な価格で、えー、かあの価値にです、ね、相当下があるにもかかわらず、大仏弁済で、えー、債権を消滅させたと、まあ、そういう行為をしたときの督促、えー、ということになります、はいえー、そして、えー、レジュメをもう一度見ていただいてです、ねえー、4ページですけれども。<laughs> えー、転得者に対する要件ですけれども、これ変わってますので注意してください、あの転得者は従前はあの、要は受益者または転得者を相手に差外行取り権を行使する、あの従来の解釈ですね従来の,その条文の規定からすると、受益者または転得者を相手に加害行為取引を請求あを行,行使すると。でその時に 受益者が善意で、転得者が悪意の場合であったら、えー、受益者に対してあ転得者ですね失礼転得者に対して、差害行為取り消しができるという規定あの解釈がなされていたわけですね、えー。受益者善意、転得者悪意だったら、転得者に対して、えー、行使できるという解釈がなされていましたが、ところがですね、これ、424条の5を見てみると、実は変わってるんです、これ。今までの 知識が通用しない部分ですねこれ424条の5というのは今までのその知識では対応できない規定になっています、えー、転得者に対する差外行為取り決請求というのがありまして424条の5債権者は受益者に対して差外行為取り決請求をすることができる場合において受益者に移転した財産を転得したものがあるときはその次の確保に係る部分に応じそれぞれ当該確保に定める場合に限り その転溶者に対しても、差外行為取消し請求をすることはできるとありまして、今の柱書きの中に実は入っているわけですね、つまり、受益者に対して、差外行為取消しを請求することができる場合においてで、これはどういう場合かというと、受益者悪意ですね、これは従前通りです、受益者悪意だったらできるわけですけれども、もちろんその他の要件も満たす必要がありますが、受益者悪意ですね。 でこの場合においてで1号、2号の要件を満たせば、えー、差外行為取り決請求、転得者に対してもできると例えば1号ですね、えー、その転得者が受益者から転得したものである場合にはその転得者が転得の当時債務者がした行為をが債権者を害することを知っていたときつまり転得者悪意ということですね。転得者悪意でこのように あの受益者も悪意で転得者も悪意でないとえ差別行為取消しができませんよというふうに変わっています。これはあの従前と違うところということになります。はい、えこのようにあの差別行為取消し権においてもあの今までの解釈とちょっと違う規定も置かれてますのでその点はちょっと注意をしておいてください。はいえそして四ページの続きですね。まあ判例法の明文化っていうのはあのえまあこれはもうここではちょっと全部は見ませんが。 例えば、一室財産の債務者への返還請求権等の明確化であったり、社会公的消権の行使の範囲の明確あの要は事故の非公債権の範囲内でしかできませんよという趣旨ですね、あるいは債権者から相手方への直接の支払い請求権等の明確化とありますが、例えば、あの金銭、または動産の引き渡しが目的である場合には、これはあの事故へ直接支払えということが、えー、できるということが明らかにされました。そして これはあのちょっと従前の,その解釈とも全く違うところがあってこれは、差害行為取り消し権を勉強するときにぜひ注意していただきたいところがあるわけですがまず、この丸十というところですねこの矢印の下から三つ目の矢印です。差害行為取り消し請求訴訟の被告的格を明文化したとありますけれども。 まあ被告としては一体どういう人が対象になるのかというところですが次の、の任用判決の効力は及ぶ範囲を明文化したとありますねでここが全く変わってますあの今までの解釈と全く違うんですそこはですからあの注意が必要425条はこれ今までの知識が通用しませんあの全く違う規定になってますこれは判例通説の条文化ではないということですね425条ですけれども任用判決の効力は及ぶ範囲 差外行為取消請求を任用する確定判決は債務者およびそのすべての債権者に対してもその効力を有するとありますのでこれつまり、あのもう例えば受益者、転得者が存在する場合その全員に対して効力を有するとしているわけですね。これもともとは、差害行為取消権の,判決の任用判決の効力としては相対的取消説という考え方がとられていました。 ところが相対的取り消し説をもう真っ向から否定しているわけです。これ絶対項に変えているわけですね。ね相対を絶対項に変えているというこれ非常に重大な改正点になります。まあ、今までの相対的取り消しという考え方自体がちょっとあのよく理論的に不明確なところがあったわけですね。ねつまり相対項しか生じないということになると事後処理をどうすればいいんだというところが非常にこう不明確だったものですからここでも百425条でここより明確に。 その絶対項に変えたということになるわけですね、これ、非常に大きな改正点ということになります。はいじゃあ、レジュメにちょっと戻りまして、えー、ですから、判例の見解と違うんだよというところは、ぜひ理解をしておいてください。425条に関連して、425条の2以下のです、ねえー、規定も設けられています。だから条条前提として条の2 425条の3、425条の4ですね、これらの規定が置かれているというふうに理解していただければ結構ですさらに、差害行為取消権の期間制限、これがあの変わってますので注意してください、これもあの条文知識、もともと条文知識として、えーまあ、皆さんご存じの方、多いと思いますが、あの2年または20年が、2年または10年に変わっているわけですね。条で これ2年または20年だったものが2年または10年というふうに短縮あの長期の方が短縮されているということになります、はい、そして5ページですね見ていきましょう5ページからがいわゆる多数投資者間の債権債務でここではまず保証以外です、ね、についてまとめています。 でいわゆる連帯債務とか、あのまあ、連帯債務、不可分債務、不可分債権です、ね、等に関するものですが、今般あの元々通説、もともと通説で認められていた連帯債権に関する規定が作られています、連帯債権、あの1個だけ条文を見ておきましょうか、432条ですね、432条でこういう規定が新たにできております。 これ連帯債権に関すする規定ですね。連帯債権というのはもともと通説で認められていたものですね。はい、432条債権 <coughs> の目的が性質上、過分である場合において、えー、法令の規定または当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは各債権者は すべ、えー、ての債権者のために全部または一部の履行を請求することはでき、えー、債務者すべての債権者のために各債権者に対して履行することができるということになっているわけですねこれが連帯債権ということになります、まあ、連帯債権自体はもともとあったものもともと解釈上ですね認められていたものですがそれを明らかにしたものということになりますはい このように連帯債権に関する規定ができましたというところはぜひ理解をしておいてくださいそしてです、ね、連帯債務に関してはあの絶対行が少なくなりましたこれもちょっと注意をしてください絶対行自由って皆さんあの例えば、えー、例えばあの資格試験を受けになるときにです、ねえー、絶対行にどういうものがあるかということは例えば語呂合わせなどを通じてです、ね、あの勉強している方多いと思いますがそれがあのちょっともう一度覚え直さなきゃいけないということになっています 2、えー、つ目の矢印のところで連帯債務に関する絶対行自由としてはまず、履効の請求、これ大きいですよねつまり連帯債務者のうちの一人を相手に訴えたとしても他の連帯債務者との関係では例えば、時効の完成猶予がなななされいいととうこにります完成猶予がなされないということになります。 でえさらにえ他の連帯債務者の総裁権の援用は認めないただし、公弁の対抗として、えー、他の人が総裁権持ってるあの反対債権を持っているから自分もその金額の限度であの負担部分の限度において、えー、支払いはいたしませんということは言えるわけですね公弁権の主張を認めると <laughs> そして、債務の免除これも総対抗化されました。 あのこれ何を意味しているかというと例えばあの不申請連帯債務という高額上の概念があるわけですが不申請連帯債務といわゆる連帯債務、ですね、申請の連帯債務その差があの縮まったということを意味しています連帯債務者の人に対して君は払わなくていいよと言ったとしても他の人に対しては関係ないわけですね他の人との関係では全額を請求できるという関係になるわけですからこれ非常に大きな改正点ということになります。 あとはまあ消滅事故の完成に関する、えー、相対抗ですね、えー、まあこれも、えー、なされたということになります。はい、あとすみません、ちょっと旧償権の規定はあの細かいものが多いですから、ここではちょっとかなり簡略化していますが、442条以下ですね、445条までが見直されております、あとは不可分債権、不可分債務に関して見直されているというところですね、でちょっとあの連帯債務に関して、もう一つだけちょっと条文を見ておきたいんですけれども、 えー、連帯債務に関する条文で、えー、実はこういう規定が置かれています、これ、目立たない改正なんですが、実は大切なんで、あのちょっと見ておきましょうか、436条ですね、436条で、えー、こういう改正がなされております。<coughs> はい 436条、債務の目的がその性質上過分である場合において法令の規定または当社の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときこの法,の,の,の法令の規定または当社の意思表示によってという部分が新たに加わっているわけですね。 で債務を負担するときは債権者とその連帯債務者の人に対しまた同時に、もしくは順次に全部また一部の履行を請求することができるという規定になってますがここで大切なのはこの法令の規定または当事者の意思表示によってという文言が加わっているで法令の規定によってというのは例えばどういうケースを指しているかというと一つだけ例を挙げておくと民法719条 つまり、もともと不申請連帯債務とされていたものが今後は申請連帯債務に変わるということになります。民法719条はどういう規定かというとでですす。ね、こういうい規定なん、はい、719条1項で数人が共同不法行為によって他人に損害を加えたときは各自が連帯してと書いてあります。ね。 法令上、連帯と書いてあるから、これは法令の規定による連帯債務ということになって、今までは不申請連帯債務と返されていたものが、今後はもう通常の連帯債務、申請連帯債務になるということになるわけですね、このようにあの解釈も実は大きな影響を及ぼしています。はいじゃあ、5ページ戻りましょうか、えー、5ページ戻りまして、えー、レジュメの方ですね。 はい、保証を見ていきますと、保証もかあのたくさん改正点がありますね、でえー、まずあの、判例通説の条文化という解釈あの改正があの多数ありますけれども、えー、その最初の矢印ですね、まあ、主債務の目的、対応が事後的に課長された場合においても、保証債務は課長されない、つまり、えー、いわゆる保証債務の不自由性という性格ですね、これをより明らかにしたものが、448条の2項ということになります。 あとはあの、神抗弁を対抗できますよという、もともとは通説で総会されていたわけですが、それはより明確になったということになるわけですね、457条2項とで。同じような趣旨であの、総裁権、取消権、解除権による神弁の対抗ですね、これもできるということは明らかになっています。はい、そして、 ちょっと次の矢印を見ていただくと実は保証,のあの保証に関してはこれどちらかというとあの試験対策というよりは実務的な影響の大きいところですが保証人保護の観点からの情報提供義務をある程度あの、もうあの拡充しているわけですね、情報提供義務というのを明確化しています債権者の情報提供義務、えー、主債務者の情報提供義務とありますが え、ちょっと少しだけ、あの時間の許す限りですね。条文を見ておきますと、458条の2というのがあります。ちょっと見ておきましょうか。かえ、458条の2というのがあってこれがどういう規定になっているかというとですね。はいえ、こういう情報提供義務が置かれています。 保証人がしたる債務者の委託を受けて保証した場合つまり委託を受けた保証人です、ね、の場合において保証人の請求があった時は債権者は保証人に対し、地滞なくしたる債務の元本及びしたる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものについての不履行の有無 つまり元本の支払いが滞っているかどうかですね、有無ならびに、これらの残額及びそのうち弁済機が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない、つまり保証人が保証債務を履行する上での責任の範囲ですね、これを明らかにする趣旨で、458条の2で、こういった情報提供義務があるとされているわけですそして、458条の3は、これ、主債務者の情報提供義務ですね。 えー、主債務者の情報提供義務がのとということになります例えば1項で、えー、主たる債務者が期限の利益を有する場合においてその利益を喪失したときは債権者は保証人に対し その利益の創失を知ったときから3ヶ月あ2あ失礼、2ヶ月ですね、2ヶ月以内にその旨を通知しなければならないとありまして、期限の利益を創失したときには、2ヶ月以内にこの人は払ってないですよということを通知しなければいけないということになるわけですね。はいまあ、こういった改正がなされているということになります、こういう一連の,その情報提供義務が課されているというところですね、を理解しておいてください。 さらには、あの今まで、根保証という制度も、もともとあったわけですね、あの包括根、ね、保証、根保証ですね、貸金等根保証ですね、という制度はもともとあったわけですが、その根保証に関して、えー、自然人である根保証人をより強く保護するために、あの極度額等に関する規律が作られています、極度額。 今まであの貸金等値保証では、えー、その極度額に関する規定ですね、えー、こういったものがもともとなかったものを新たに設けたという趣旨になります。さらにはですね 自然人である根保証人に関して公正証書の原則義務化、まあ、例外もあのいくつかあるんですけれどもあの基本的にはその根保証人をきちんと保護する必要があるということで公正証書をです、ね、原則として作りなさいということを義務化しているということになります、まあ、こういう一連の,保証人あの自然人である保証人保護です、ね、のための制度が作られているということは理解をしておいてください はい、じゃあ5ページの下で15番、ですね債権譲渡というのを見ていきましょう、これもあの判例通説の条文化が多いところですねあの非常に多いところです、466条2項というのがここに挙げられていますが、あまずです、ね、これはちょっと覚えていただきたいのが、当事者が債権譲渡を禁止しまた、制限する旨の意思表示で以下、譲渡制限の意思表示というと。 こしたときであっても債権の譲渡はその効力を妨げられないとありますがこの466条でですねこの譲渡制限の意思表示とありますけれどもこれを高額上は譲渡制限特約と呼ぶことにしています今までは譲渡禁止特約と言っていたものを、まあ、譲渡制限特約というふうにです、ねまあ、呼ぶことにしていると、はい、そして次のページを見ていただくと6ページですね まあ米印のところで、えー、その債権譲渡に関する基本的なその改正点を、ねえー、まとめておりますけれども、えー、まず米印のところですね。これ譲渡制限特約の効力についてです、ね、今まではあの物件的効力説といってその特約違反については第三者に対して原則として無効主張ができるという見解が通説だったと。 ところが新法では逆に、えー、譲渡制限特約付き債権の譲渡は特約違反があっても原則有効だとしているわけですね、これはあの先ほどのあ3項ですね、先ほどあのちょっと3項飛ばしましたが、2項、ねえー、に規定されていると、えー、2項のところで債権の譲渡はその効力を妨げられないと書いてあるわけですから、原則として有効だというふうに、えー、転換されている。 えー、従,従来の解釈としては原則あの無効ですよと、譲渡制限、えー、特約違反ですね、あったときには原則無効と解されていたわけですが、えー、これ、改正法によって、これ原則有効なんだと、譲渡制限特約に違反しても有効なんだと、ただし、えー、悪意または重過失だったら、無効主張ができるとしてるわけですね、悪意または重過失で譲り受けた人に対しては、無効主張が可能ですよという解釈に変わっております。 だから原則例外がいわば逆転したという改正になるわけですね、466条に関しては、はいで。6ページのところをもう一度見ていただいて。えー まあこの特約違反の債権上等があった場合も原則有効だというその扱いからですね、えー、債務者は権利供託できるつまり債権者が確地できない場合にあたるとして、えー、これは権利供託,、まあ、供託をすることができるという規定が466条の2で置かれたとということになりますで条の3はそれに関連する規定ということになるわけですね。ね でそして、えー、次の米印のところで、まあ、判例法理を条文化するというもの、えー、としては、えー、これ差し押さえられたその上等制限特約付き債権についてはこれは差し押さえの場面では、えー、適用しません、つまり悪意だろうが重化失があろうがです、ね、関係なく、えー、差し押さえが優先しますよという規定に変わっておりますすここれは通説のの条条文文化化でね判例とということになります。<laughs> はいえー、そして16番の改正点がこれが判例法理ですねやはり判例法理です、えー、の条文化というものになります466条の6の第1項これはあの非常にあの試験対策上も重要な規定だと思いますあの要はもともと有名な判例があるわけですね債権、えー、の譲渡はその意思表示のときに債権が現に発生していることを容しない つまり、今発生してなくても将来発生する債権であっても譲渡の対象になるとそういう規定ですよねですからこれはあの有名な判例があるところですが、まあ、今後は条文になっているというところで理解をしてておいいいくださいはい、じゃあちょっと7ページいきましょうか7ページで17番ですが債権譲渡丸三。 これは異議をとどめない承諾、まあ、ここで無料保証くというふうにあのーー縮めてますけれども、による公弁切断の制度がなくなったと、これはの昔の規定と比べた方がより分かりやすいかもしれません、ちょっと見ておきましょうか、これ、昔の規定はどうなっていたかというと、468条ですね、えー、これがかなり変わってますよということになります。 468条で、まああの、おそらくです、ねこれえー、民法学習経験ある方にとっては、これ、異議をとどめない承諾っていうのは、もともとは、あのあえー、これ第三者に譲渡されたとき、債務者が、えー、異議をとどめずに承諾すると、これはあの対抗できなくなりますよという規定で学習している方、多いと思いますが、468条ですね。 えー、昔はどういう規定だったかというと468条9・1項ですねあのかつての1項は、えー、債務者が異議をとめないで全条の承諾をした時は譲渡人に対抗することはできた自由があってもこれをもって譲り受けに対抗することはできないという条文に昔はなっていたそれがあの現在あの新しい改正法では削除されています。削除されて 468条1項は新しくどうなったかというと債務者は対抗要件具備時までに譲渡、えー、人に対して生じた自由を持って譲り受けに対抗することはできるつまりかつての2項がそのまま、まあ、ほぼそのまま1項になったというふうに理解していただければ結構です、えー、異議をとどめない承諾による、えー、公弁の切算これがなくなったわけですねなくなった、まあ、もともとこれは不合理な規定であるというふうに返されていたからです えー、不合理な規定であると解されていましたので、まあ、これはもう必要ないだろうということで、えー、なくしたものということになります、はいえー、そして、えー、7ページの18番のところを見ていただくと債権譲渡丸四とありますね、えー、これは、まあ、あの判例通説の条文化という趣旨になります469条、えー、これはレジュメに挙げてますのでこれを見ていただければ結構ですが469条1項 <laughs> 債務者は 対抗要具比字より前に取得した譲渡人によるえ対する債権による総裁をもって譲り受けに対抗することができるとありますねでこれは弁裁期の前後に関しては特に触れていませんのでいわゆる無制限説という立場を採用したものになりますえ無制限説といって弁裁期の前後関係なくえ反対債権があればこれで対抗できますという規定になっているわけですねはい。 469条がこれが判例通説を条文化したものというふうに理解していただければ結構です。で7ページの下19番で債務引受けというのがありますがあの債務引受けに関してたもとあの通説でこれはあの認められていたものを条文の形にしたものということになりますあの一つだけ条文見ておくと470条ですね47あのまあ二つ見ておきましょうか二つだけ見ておくとまず470条 はい、470条、これ見出しからして分かりますよね、平存的債務引き受けの要件及び効果、つまり債務引き受けというのは皆さんご存知だと思いますが、2種類あります、平存的債務引き受けと面積的債務引き受けですね、その2種類いずれも条文化されている。で 平存的債務引き受けの引き受け人は債務者と連帯してという効果もきちんとあの規定してあるわけですね連帯して債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担するこれが平存的債務引き受けじゃあ面積的債務引き受けはどういうふうに規定されているかというと472条ですね472条これが面積的債務引き受けの要件及び効果 1> で1項で、えー、面積的債務引き受けの引き受け人または債務者が債権者に対して、えー、負担する債務と同一の内容の債務を負担し、えー、債務者は事故の債務を免れるこれが面積という意味ですね面積的債務引き受けということになります、まあ、これが472条ですね、えー、こういう一連の規定が、えー、債務引き受けに関して作られてますよというところを理解していただければ結構です はい、8ページ見ていきましょう、まあ、弁済のところはちょっと細,あの細かい規定が多いところですから、えここではもうあの詳細についてはですね割愛しますけれども、まあ、ざっくりですね、どういう改正がなされているかというと、えー、例えばあの弁済の基本的な効果、つまり弁済すると債権が消滅するという規定は実はなかったんですね、今まで、あのとあ当たり前すぎてなかったんですけれども、それが明,明記された、これが473条ということになります。 あとはあの第三者弁済の要件が若干変わっていますので、まあ、これは新しいですね。474条は注意して見ておいてください。あとはまあ預貯金口座に対する払い込みによる弁済、ね、これはもう今,あの今まであの実務的な取り扱いとしてあの預貯金への振り込み口座への振り込み、ね、これでもって弁済とするという解釈はもともとは実務的には当然のこととしてなされていたわけですがそれをいわば明記したものということになります。条。 あとはです、ね、あの大仏弁債の合意というのは学生契約つまり、大仏弁債が今まであの、いわゆる養物契約なのか学生契約なのかという争いがあったわけですがそこをもうはっきりさせたつまり、大仏弁債合意自体は学生契約でありでそして、大仏弁債の効果が生じるのは実際に引き渡したときというふうにあの明記したわけですね、これが482条の,解釈あの改正ということになります。<laughs> はい えー、そして、えー、ちょっとあの重要性が高いところをです、ねえー、ピックアップしておくと、えー、478条、これは文言変わりました、まああのえー、今まではの債権の準占有者という言葉を使っていたわけですが、それがあの表現が変わります、478条で、えー、債権の準占有者という言葉がなくなります、えー、見出し、ちょっと長いですね、えー、受領権者としての外観を有するもの、これが準占有者に当たるわけですね、に対する弁済。 受債権,権者及び法令の規定または当事者の意思表示によって弁済受領する権限を付与された第三者を言う以下同じの以外のものであって取引上の社会通念にた関照らして受領権者としての外観を有するものこれが純占有者という概念ですねに対してした弁済はその弁済したものが善意でありかつ,かつ過失がなかったときに限りその効力を有するという規定に変わっております。 はいまあ、このあたりです、ね、えー、今まで準占有者で覚えてたのにという方、多いと思いますが、まあ、なくなりますので、えー、そこはちょっと注意をしてください。はいえー、あと、総裁に関して、ですねいくつか改正がなされていまして、えー、まあこれぜ、あのー、総裁禁止特約についてはあのー、悪意または重失の第三者に対抗できますという規定に変わっているというところを押さえていただければ結構です。で9ページですが、22番ですね、総裁の丸2番。 ここはちょっと重要ですね、あの見ていきましょう。これはあの従前の509条と比べると、ちょっとあのかなり変わっています、見ていきましょう <laughs> え、次にかかる債務の債務者は、総裁をもって債権者に対抗することはできない、ただし、えその債権者がその債務にかかる債権を他人から譲り受けたときは、この限りではないとあって、まず例外規定が置かれた、これは新しい規定です。で1号。 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務ここでいう悪意はいわゆるあの善意悪意の悪意ではなくてつまり知ってる知らないという悪意ではなくて、えー、ここでいう悪意はより積極的な害を意味すると解されています、えー、単なるその知ってるという事情だけではなくて積極的な害ですねで2号、えー、人の生命または身体の侵害による損害賠償の債務で前後に抱えるものは除く だからこれ何を意味しているかというと例えばあの自動車事故の物損事故があるとします物損事故というのは通常、過失ですよねあの積極的な害はありませんで自動車事故で物損事故でお互い、まあ、過失割合があって、えー、それぞれ両者に過失があるというときにお互いがお互いに対して不法行為による損害賠償請求権を取得し合っている状態ですね。でこのときにあの今までだとあの捜査できなかった。 なぜかというとお互い不法行為による債務がです、ね、あ,のあるわけですねですから不法行為による債務を受動債権として総裁することは禁止されてい,るわけですされていたわけですからそれをあの単なる物損事故過失による事故であればこれは総裁認めていいじゃないかその方が合理的であると考えたわけですねただし人身事故はダメです人身事故は2号で禁止されているわけですね。ね はいえー、そして最後になりますが23番で、えー、総裁に関してもこれも無制限説が、えー、明文化されています、511条差し押さえを受けた債権の第三債務者は差し押さえ後に取得した債権による総裁をもって差し押さえ債権者に対抗することはできないが差し押さえ前に取得した債権による総裁をもって対抗することはできるとあってこれはあのーまあ、あの弁済期の前後はあの特に規定していない。 ということは、これも反対債権さえ取得していれば、対抗はできますよという趣旨に理解するわけですね。ですから、これも同じく、先ほどの債権上等と,と同じく、判例通説を条文化したものと理解していただければ結構です。まあ、24番はちょっと細かいところなので、ここではあの特に触れませんが、こういう改正もなされてますよというふうに理解をしておいてください。 でえー、以上、ちょっと駆け足にはなりましたけれども、債、ま、権、あ、総論に関してはもうこ、このの通りです、ね、まあ、ここに書いてあるものがほぼすべてということになります。あとはあの、えー、今までの条文だけじゃなくて、新しい条文もですねきちんと対比しながら、えー、見ていっていただきたいというものになります。 でえー、すいませんちょっと最後に告知になりますが、ちょっと来年の1月25日ですね、えー、池袋本校になりますけれども、あの今度はあの続きの債権格論編、えー、こちらの方もですね公開講座という形で実施をいたします、であの実は債権格論も重要な改正点、たくさんあります、あのもうすでにご存じの方、多いと思いますが、例えば貸し担保責任、なくなります、あの貸し担保責任という言葉自体がまずなくなる。 貸っという言葉があの契約内容不適合というふうに変わるわけですねだから契約不適合とか契約内容不適合と言いますが契約不適合担保責任というふうにあの名称が変わるですからこういう重要な改正でしかも名前が変わるだけではないそもそもあの考え方自体がです、ね、あの根本的に変わりますのでこういう債権・格論の改正点についてもきちんとです、ねまあ、皆さんフォローしていただきたいと思います。 はいえっ、ー、とそれではですねちょっと時間が過ぎてしまいましたので、えー、以上をもちまして私からのですね改正民法をここが変わる再建総論編の講義としては、えー、おしまいとさせていただきます、えー、どうもご清聴ありがとうございましたはい、えー、それではあですね時間がまた来ましたので。 えー、どこが変わる改正ポイントと試験への影響ということで、まあ、民法改正の講座ですね、えー、ここから第2部に移りたいと思います、えー、第2部は相続法編ということになりますね、えー、担当は歴戦2講師の横溝です、よろしくお願いします。1> はいえー、と第1部があ日高先生ですか、債権総論 格論総論総論のお話を、えー、されたのかな、まああのー、ね、えー、多分忙しかったんで何も言ってないと思いますけどお20年ぐらい前からあの知り合いなんですけどね、あのねえー、だいぶお互いお年を取りましたけどお20年ぐらい前にレックに来たときにすで、えー、にあの日高さんというのは当時のレックの講師って形であの存在していて何、えー、でしょうね。 あの制作をよくやその頃やってたもんですからあ制作をしてちょっと3時ぐらいになると日高先生があみんなに声をかけておやつを食べに行きましょうって言ってですねあのなんかよく分かんないけどセブンイレブンまで行っておやつを買ってきて一緒に食べるっていうそういうような日々を過ごしてたんですけどねあのなんかあー久しぶりですね、レックに復帰してくれたので。 えー、また一緒にできるのかなと思ってちょっと嬉しかったりするんですが、えー、と今回ここからがまあ相続法編ということで、まあ、こちら、レジュメがあですね出ております。まああの債権の、ねえー、改正とところに比べると そんなにものすごい大きな改正って感じではないかもしれませんけれどただあー、いずれにしても来年の4月1日で全面的に、えー、施行されます一部はもう今年の7月1日で、えー、施行されているものもありますしあと、遺言のところはあ1月13日にす、ね、でに施行されている分もありますのでままあまあ段階的にということではあるんですが。 まあ来年の試験からいよいよそれが全部問題として入ってくるということですねあの、まあ、一応、試験対策上の話というような感じでお話はしていきたいと思いますがでは早速ですね画面集の1ページの下のスライドから見ていただければということです。 あのーまあ、あどんな改正もそうかもしれませんけれどやっぱり理由があるんですねなんかこう変えなきゃいけなくなるということについては、まあ、基本的に理由があってでその理由に基づいて、えー、一本こう筋を通して変えていくってこれはあ、まあ、最近だと個人情報保護法もそうでしょうし、えー、行政不服審査法や事件訴訟法なんかもそうだとこういうことになるんでしょう。今回ここのののの相続法の改正、えー、この画面集1ページの 下のスライドのところからちょっと見ていってみますがあのなんで改正されたのかなっていうのはあです、ね、大きな理由が1つあります、それがこちらですねあの配偶者の死亡により残されたというので、えー、生存配偶者の保護を図るというところが、まあ、言ってみればあ今回の大きな改正ポイントになっているということです。えーまあ、少子高齢化とか あそれからあ、まあねえー、配偶者の高齢化ということが書かれてたりはしますけれど、まああのー、なんだかんだ言いながらあー長寿なんですね、えー、長生きをしているということになっていたりはしますので、まあ、その結果あーです、ね、片方の方が亡くなった時にもう片方の方が結構お年寄りになっていると。 いうことですかね。まあ、波平さんと船さんの例でよく授業ではお話はしたりします。けれど、うんどっちにしようかな。まあ、波平さんにしようか。あの波平さんが亡くなって、船さんがあ相続人として残るというような状態になった時、やはりあのー、ね。サザエさんができた頃は。 あれでもあのご夫婦、波平さんが54歳で船さん48歳ですから、設定としてはだから、まあ、当時はそうなんでしょうけど今だったらプラス20歳ぐらい足したような感じじゃない、で実際、波平さんお亡くなりになるのは平均寿命を考えたらやはり70代後半から80代以上ということになってくる可能性は高いわけで,で船さんに関してはもっと年をいっている可能性はありますよね波平さんが亡くなった時にやはり配偶者がです、ね、かなり高齢化。 してしまうと、うんやっぱり住む場所とかちゃんと確保したいねって話があ出てくるんだろうということなんですね。それからあのー、住む場所を確保してあげるために、生前に例えば建物なんかを波平さんが船さんに贈与してたような場合などは。 これは民法を勉強してた方はあ分かると思いますがあの特別受益って形で持ち戻されてしまうっていうようなルールもあったりしましたので、まあ、その辺り考えるとあの持ち戻されちゃうとなんか、ね、配偶者の方としてはせっかく建物を確保したはずなのにもう1回それも含めて 改めてあの相続の取り分を計算するみたいな話になるのはやはりあ年を取ったあ船さんにとってはかわいそうかなというそういう話があるんでしょうね。であとはは子ががやはり年齢が 当然親の年齢が高くなるってことは相続する時のお子さんの年齢も高くなってくるのであのお子さん自体が経済的に結構自立している可能性は高いんですねそうするとそこまで子どもにたくさん取り分がいかなくても配偶者の方にいっぱい渡してあげてもそんなに不都合はないだろうっていうのもどうやら今回の改正の一つの原動力になってるそれからあとはこれですか 嫡出子と非嫡出子の相続分というのはまあ今年の,あの憲法のお問題にもお出ていたものということになるけど最高裁の判例があるでしょやはりここで民法改正されて取り分平等だって話になったんだったら配偶者についてももうちょっと保護しろよっていうのがあ一定の方々から声としてガッと上がってきたっていうのがありますだからこの大きな2つの理由が相まってえ生存配偶者を守るんだっていう。 そういう発想につながって今回の改正が行われたということになってくるんですね。さてじゃあどんな改正が行われたのかなって、まあ、こういうレジュメを見るとですねあの2人の性格の違いが <laughs> よく色濃く現れますね。 あのさすが日高さんだなって感じのレジュメを、えー、お作りになってましたからあ私の方とだいぶなんか落差があってね、えー、若干やりづらいんですけど、ね、<laughs> あの後,で後で文句言っとこうかなと思いますけどあの改正の概要はっていうのであのいくつかあります、えーとね、今回せっかくだから、まあ、事例を挙げて説明しようかなと思ったものにはあのケーススタディーってマークを。 をつけておきました、まあ、だからそれについてはあまた順を追って後ろの方でお話をしたいと思います今の配偶者保護制度の導入というのでこれ2ページの上のスライド、まあ、この3つは大きなあまあ柱になってくるんでしょうね配偶者居住権それから配偶者短期居住権というのがそれぞれ新しく作られて共に来年の4月1日から施行される。 そういうよういいよなな予定になっていますそれからあ持ち戻し免除の意思表示の推定規定というので先ほど言ったあの生前に、えー、贈与をしていたりするとそれらがなかったことを前提に相続財産というのは計算されて改めて相続分で分けていくということをやるのがまあ特別受益と言われるような制度なんですけれどそこからあるものは除くということができるようにしてまあ 配偶者も家に住む権利を守ってあげるって詳しくはまた後でやるけれど、まあ、そんな制度も導入されたということになっていますね、はい、それから、まあ、これらはまたこの後見ていきましょうか、はい、下のスライドですこちらは特に今回は、えー、大きくは取り上げません大きくは取り上げません取り上げ出すと多分時間なくなっちゃうから取り上げないというだけですただ、あのー、遺言の利用促進というので あの遺言者の意思をなるべく反映できるようにっていうような意図があるようですけれどあの自筆証書遺言の方式の緩和はこれは、えー、と今年の試験を受けるということで準備されていた方2019年度試験を受けるということで準備されていた方は勉強しているよね、勉強しているって話になってたはずです。あのー、ねねややっっったたたででしししょよ、ね、ど,どんな内容でしたっけああの、まあ、久しぶりに お会いしたんで、えー、まさかの当てて聞くっていうね <laughs> のことをちょっとやってみようかなと、まあ、まあ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 ,あのでは,ではい。 あの一応、自筆証書遺言の場合は遺言本体はあ手書きで書かなければということにはな本人が書かなきゃということになりますけれどあの添付する財産目録みたいなものはコピーでもそれから何かパソコンで作っても別に構わないですよ例えばあ預金残高みたいなものは通帳コピーで別に構わないし財産目録一覧エクセルで、えー、作っていただいてプリントアウトしてで全く問題はありませんあることしなきゃいけないって話があったのも覚えています あのそこにはある条件が1個くっついてたでしょ。あのどんな条件がくっついてたかなって、えー、覚えてます？そうあのそうです、えー。自分で名前変えて反抗するんですよね。っていうことをやらなければいけない。これ例えばこのレジュメみたいに表裏になっているなら、あの表と裏両方に。 え名前書いて反抗生ってことを要求するっていうのがこれがあのこちらの自ののの方式の緩和と言われるものですねやはりこの辺りもあの遺言を作る人の高齢化みたいなものにえ対して対応するために、まあ、なかなか財産目録まで全部自分でえ手書きで書かなきゃいけないパワーがもう残ってないっていうならあ財産目録ぐらいはコピーでもいいかなっていう。 そんな話を導入したものということになりますか。あの実は自筆証書遺言に関しては、あとは変造とかなくすのを防止するためにですね、あの遺言を保管するっていうような別の法律が作られて、あの一定の法務局であの遺言を保管するって遺言保管法っていう遺言書保管法って法律があの別途できてます。これはちょっとそこに書いておきます。まあ試験対象範囲になるかどうかわからないので一応一応って感じだけれど。 遺言書保管法とお言われるような法律ができてね自筆,証書遺言です自筆証書遺言に関して、えー、これはあ保管するとちょっと省略しちゃうけど自筆が対象だよって。 いいうことももメモをね、えー、取って,おいてもらえるといいかな大体 <laughs> いい法務局とかに保管するっていう話になってるそうですまあやや特別法になっちゃうので、まあ、このぐらい存在だけ知ってればいいのかなっていうそんなものではあるんだけれどまあ,あ遺言に関して利用を促進するあとは偽造変造を防ぐっていうのもやっぱり利用促進のためには大事だよねってことでこんな法律が別に実は作られています。 それから、まあ、まだ書いている方もいらっしゃるかもしれないからそのまま黒丸2番目あの遺言執行者って言ってこれはね試験で出てくるかどうかちょっとやや細かいかなとは思うんです。で今までも遺言執行者制度っていうののは民法の中に置かれてたけど まあそんなななに試験でで出てくるような話ではなかったですただあの、今回その遺言執行者の法的な立場などをより明確にする条文をいくつか入れてですねあのやはり本人が亡くなっちゃった後その遺言の内容を実行する立場に立つ人弁護士さんとか。 行政書士さんとかがなる場合も結構多いですでそういう形で遺言執行者って形で名前が入っているような人の権限がこれまでやや不明確だったものですからうんもうちょっとはっきり、えー、どういう立場の人でどういう権限持っててっていうのを具体的に設定しましょうって話にしたのがこれが、はいえー、遺言執行者の権限の明確化です。 あと試験的に大事そうだなっていうのはこう遺言のところではだから1番目と3番目なのかな遺留、えー、分侵害額請求権の新設と言われるものですねあの、今まで減債請求権って言ってたやつです、あの減らす、殺すって書く減債請求権って言われるものが、まあ、これが遺留分侵害額請求権って形にあの衣替えしたということになります。 あの大きなポイントってやっぱりこの名前の中に現れてるんだけど侵害額の請求だっていうところでしょうね侵害額の請求だよっていうのであの今まで遺留分減殺請求っていうのはその例えば波平さんが亡くなる前にですねいろんな人にいろんな財産を贈与してしまっていた大体いい亡くなる1年前までのものについてがあー対象になってきたりはしましたけれど、まあ、とりあえずいろんなものを生前贈与したり。 遺言でいろんなものをあげるって話を残してたでそれはあいざナミヘさんが亡くなってえそれで船さんとかサザエカツオワカメで相続しようかなって思った時にもっとあると思ってた財産がみんな贈与だなんだでなくなってしまってるで結局あの相続の法定相続分に満たない財産しか手に入れることができないっていうことになってしまった場合は その法定相続分に満た,る満たすところまでね足りない分を取り戻すっていうようなそんな制度だったんですねだから現物を取り戻すって感じだったのよ波平さんが土地を贈与してたらその土地の持ち分を取り戻すとかそういった形で現物の所有権なんかをどんどん、えー、取り戻していくってことをおやるのが、まあ、これが遺留分減債請求権と言われるものでした。あのそうすると 例えばあ土地が贈与されてますで取り戻せるのが土地の持ち分の3分の1ですで話になってしまった場合どこの誰だかわからない人とその土地をカツオ君は共有するってことになるっていうような結果になる場合も少なくはなかったんです。あの全部がが取り戻せるかかかどうわかわからなないいでしょあの同時多発的ににろんな人に行れれてれば あこれは取り戻したい金額は贈与された財産の割合で少しずつ取り戻すって話になってたのね。 これはあのまあまあ民法の相続の勉強をしていて覚えてるかどうかあれだけどそういう制度になってたのだからちょっとずつ取り戻すってことは結局あの全部の土地をいっぺんに取り戻すことができるわけではない場合もあるでしょうから土地の持ち分4分の1だけ取り戻すとかってことになったら残りの4分の3は他の人が所有してるから共有関係って状態になるんですあのどこの誰かわかんないやつと共有してその後法律関係をまたそこで展開していかなきゃいけないって新たなトラブルを生むよう。なこと なってた原因の一つだったそうですだからもうね面倒くさいんでお金でもう解決しようだからあーもう行っちゃった出てっちゃった財産そのものはもう諦めるからあそれに該当するお金を払ってくれっていうような権利に切り替えた侵害額の請求権っていう形に変えて金銭のやり取りで、まあ、あ相続した財産で本来なら手に入るはずだった。 財産に足りるところまでの不足分は取り戻すということができるようになりましたってそんな話なんですね、これが遺留分侵害額請求権と言われるものです、そのあたりの計算の方法とかいくつか変更点はあるんですけれど、まあ、あ今回はそのどう変わったのかなって話だけ、ここはあしておくことにとどめておきたいと思います、はい。それからこんなのもありますね えー、3ページの上のスライドです、はい。特別の寄与制度というものが新たに作られております。えっと、非相続人の療養看護に尽くした、えー、非相続人の親族の貢献に、えー、も報いるというようなものですね。あのー 相続権があれば今までも寄与分って形で、えー、その人の貢献度合いみたいなものでどれだけ相続財産が増えたかっていうことを考えて、まあ、調整するということはできたんですね、その人の貢献度合いだけ相続財産から引いて法定相続分で分けて貢献した人にはその分足してあげるっていうような形のインセンティブを与えるっていうのは、まあ、これは今も残っている寄与分っていう制度です。ただあの相続人じゃなないとダメなのよ だけど、えー、例えば療養看護などもちろんこれ療養看護正確にはその他の労務の提供という言い方をしますのでこ,こ言葉を加えると。 療養看護だけじゃなくて、まあ、その他、なんかいろいろやってあげた、ね、あの財産周りのいろいろなお世話をしてあげたとかなんかいろいろあるでしょういろんなことをしてあげたしかももう一つ条件があってこれねいろいろやってあげたのは全部ただでっていうまあ ね親戚の方とかなのでまあまあただでいろいろと面倒を見てあげたというようなことでまあお,おじちゃんの面倒は見てあげるよちっちゃい頃お世話になったしみたいなノリでやってあげてたでそれによって相続財産はきちんと維持されたっていうならあの相続人ではないんですその人はね他に相続人がいれば相続人には残念ながら該当しないんだけどやっぱりなんか。 あのインセンティブを与えてもいいんじゃないかなっていうそういう話なんですねやっぱり現実的に相続権を持っている人だけがその非相続人となる亡くなった方の生前のお世話を お亡くなる前一生懸命やってたかどうかって何とも言えないっていうのがあ現代の社会だったりはしますのでまあ甥いっ子が面倒見てあげるとかっていうようなケースなんかも特に多いかもしれませんだとしたらこういう制度を入れておくことでその頑張りをある程度評価してあげるってことができるようになったんだっていうまあ,あ一定の財産をこう分けてあげることができるような制度が特別の寄与制度っていうので、えー、新たに加えられています。 できてもいいんじゃないいいかなっていうそういうそネタの一個ですよねはいそれから2番目が、はい、遺産分割前に遺産に属する財産が共同相続人の1人により、えー、処分された場合の遺産の範囲に関する規定の新設というものが上がっていますけれど。あの 共同相続人もしくはまあこれ第三者でもいいけど一応共同相続人の一人により処分されたというような場合の遺産の範囲についてですね他の共同相続人が、まあ、勝ツくんが波平さんの財産の一部を まだ遺産分割とかが行われる前に手をつけて使っちゃったみたいな話があった時に遺産分割の対象になる財産がそのカツオ君が使っちゃった残りだけなのかカツオ君が使っちゃった分も含めて計算に入れていいのか。 これは結構現実的に問題になるで割と実務的にはどうやら使っちゃった場合は使っちゃった残りを分割するっていうような形をとっててあとは現実的に数字でなんとか調整するっていうのが一般的なやり方だったみたいです。 ただ、やっぱり、ね、そうするとなんか使っちゃったもん勝ちみたいなことになってしまう可能性はあるのでカツオ君があー、まあ、遺産分割などが行われる前に一部の財産手を付けた手を付けた分も相続財産の一部だということにして、えー、計算をしていくということがあできるようになりましただから、この遺産の範囲に、えー、処分した分を含める旨の合意ですね。 含める旨の合意です、はい、処分した分を含める旨の合意っていうのをこれをすることができるようになったまあ実際は勝ツ君以外の共同相続人がそれも含めましょうって言ったら あ結局それも含まれて計算されるカツオ君は使っちゃった分を戻さなきゃいけないってそういう状態に追い込まれることにはなるんだろうということです、まあこれ1回合意したら撤回できないってそういうことになってますのであの共同相続人間で一応全員が合意するって言ってるけどまあカツオ君には合意のね判断権限はもうないわね。 お前引っ込んでろって言われてえそれで船さんとおサザエさんとわかめちゃんで、えー、合意をして、えー、カツオが勝手に使った分も含めて計算しましょうねってことになったらそれで計算されるということになるんでしょうね、まあ、あのこんな制度も明確に導入されてますこのあたりは今までは結局場当たり的にそれぞれの遺産分割協議で現実的な対応を具体的にしてきたっていうものだったようですから今回明確にルール化されたことで、えーまあ 損をする人がなるべく少なくなるように使っちゃった物勝がちにならないようにってそういう発想があるのかなというところなんですね。はい、それから下のスライドに行くと,、えー、と899条の2こちらの相続による権利の承継はケーススタディって載ってますからあとでまた改めて見ることにしたいと思います。そ、はい、それからその下 えー、遺産分割前の預貯金の払い戻し制度の新設というものですね。おそらくこれは現実的にはすごい大事な制度です。現実的にはものすごい大事な制度です。あのー、まあまあここ数年で勉強している方はあ学んでいらっしゃると思うけれど、あの銀行預金とかまあ銀行の普通預金とか定期預金とかっていうのはこれは 従来は、過分債権といってもう相続と同時にその相続分に応じて分割されて承継していくっていう扱いになってたものが最高裁判所の判断によって遺産分割まで現金と同じように、えー、まあ手をつけてはいけないんだという話に180度変わってるんですねだから現在のルールだと銀,行預金と銀行の普通預金、定期預金とか郵便局なんかの定期貯金とかそういうもの全部そうですけれど あの遺産分割の時まで手はつけるなよということで共同管理されるっていう対象に、まあ、なっていただから遺産分割の相続財産の中に含まれるって話になってたでしょそうすると現実的に支払いが必要になるようなものがなくなってまだ遺産分割協議がまとまる前に出てきちゃったときにどこからお金出すんだって話になってしまうんですね。 まあこれもいろいろと対応の仕方はあったのかもしれないけれど、まあ、今回、それに関してもう明確に法律で、はい、ここまでなら出していいですよって話が決められました遺産に属する預貯金債権の、えー、貯金債遺産に属する予貯金債券のまずは3分の1までですねそこに、はい、その人の法定相続分をかけた金額に限定するという言い方をしていきます。 なので、まあこれ、ちょっとケーススタディに入れなかったけど、あの数字で具体的にちょっとお話をしてみるとですね、こんな感じです。まあ口で言っててもよくわかんないと思うから、あの前に書きながらお話はしますけれど、まあ、あ A さんがね、えー、いて、 あんまりあのここに並平さんとか直接書くわけにはちょっといかないのであの A さんというふうにしておきますけれど、まああまあ、今回の場合ちょっと配偶者と子供ぐらいが相続人の方がいいかなってところはありますから、えー、どううしようかなあの、まあ、マスオさんが亡くなって、えー、とサザエさんとタラちゃんが相続したということにしましょうかね。 タラ、まあ、ちゃん、ね、本当は妹がいるんですけどあの、まあ、まあ妹の話はテレビでは出てこないから置いておきますヒトデちゃんという妹が原作にはいるんです、人だから、まあ、適当な名前ですけどねそういう名前の子がいるんですけど、まあ、それはいいやなのでマスオさん亡くなったぜそれで、えー、今、はい、普通預金口座にお金が、えー、と300万円入ってますと,で、えー、と定期の方には240万円入ってますみたいな話を。 ちょっと設定してみようか。こんな感じですね。はい、その時に、はい、これマスオさんが亡くなって、えー、配偶者の方ね、配偶者さんの B、えー、サザエさんは結局。 あのいくらお金を引き出せますかといったらあのそれぞれの口座に対して先ほどのルールの計算をしていくってそういうイメージですだからあの普通預金だったらこれは300万,かあ300万でしょお普通預金の方はこちらはあ300万の金額に、えー、3分の1をかけて でそれに配偶者の法定相続分ですから2分の1だね2分の1をかけるっていうそんな感じそうすると、えー、6分の1をかけることになるから50万円までは引き出せますよっていうそういう計算ですであ定期預金の方も同じように計算していただくと もう定期の方は単純な算数の問題になりますからもう計算した結果だけ書きますけど240万の6分の1なんで40万円までは引き出せますよってだからあのここの金額までは全部引き出すことができますよっていう話なんですねあの引き出したものは結局これはすべて遺産分割時にあの生産します 生産しなきゃいけないからあー別にこの人がもらえるってわけではもちろんないです大体いいこの引き出しの金額はなんか支払いをしなきゃいけないとか。 実際に必要があるから引き出すって話で自分で使いたいから引き出してるわけではもちろんないですからそこはあの必要に応じて使ったものについては遺産分割時に最終生産するっていう形を取るということで他の引き出してない相続人の方とのバランスは図るということにはしているようですけどねまあ,あのこうやって計算をしていくんだよであとはえっ、ー、とスライドの方を見るとですね えー、一つの金融機関から払い戻すことができる金額にも限定をかけたってことも書いてありますね。あの今回のこのケースだったらいいんだけど、もっともっとお金持っている場合です。もっともっとお金持ってて口座の中じすごいお金があるよっていう場合、それかける六分の一、例えば定期預金で三千万円ぐらいあります。かける六分の一でえ五、ー、百万円引き出せますって話をそのまま認めてしまうのは、ちょっとそれは遺産分割時に。 生産するっって言ったでしょ生産すときに結局お金ないから無理です生産できませんって話になってしまう可能性ありますよね、その人の相続分を超えているような金額というか他の人に本当は行かなきゃいけないお金を全部それで使われてしまって他の相続人が損するんではちょっとかわいそうですからこれね、限定をかけたというのがもう1つあるんですね、ちょっとスライドに戻るとスライドに戻りますと。 えーとーこれ上のスライドが映っているか、下のスライドねあの、一つの金融機関から払い戻すことができる金額、はい、これ、法、え、務、ーね、省令で150万円までというような形になっていますあの。民法では金額に限定をかけるって規定だけ置いて、でそれであー実際に法務省令でこれは150万ということが決まっています。だから 法務省令で150万円まではとりあえずあの引き出しが1個の金融機関からはできますよ。 逆に言えば6分の1かけても150万超えるときは150万までなのよ預金口座に3000万あって6分の1かけて500万じゃない500万全部引き出せるわけじゃなくてそこから持ってこれるのは150万までだよっていう話になってく、えー、るという形で一応、あの後で清算するときに困らないようにっていうようなあ配慮をここはしているようですね。あのこれははおそらくく現実的にはすごく大事な 話です他の法律でお金一部、小口の債務に対する支払いなんかをすることができるルールもあったりはするんだけれどあの他の法律だと要件が非常に厳しかったりはするので、まあ、ある程度、この数字だけかけて、えー、出せる金額がパッと出てくるっいう意味ではこの民法の今回の規定の導入はあ実際の現場ではすごく意味があることになるんじゃないかって言われていたりはしますね。まあ、そんなののもあるの まあこれもそうだね1個の知識としては知っててもいいのかなっていうそういうような話になるかもしれませんね。では4ページいきますと改めてケーススタディです。 はい、4ページの上のところにまずは配偶者居住権の取り扱いこうなるんだよっていうのをちょっと挙げておきましたまあまあ,あ夫と妻ですね結構な年齢の方です。 えー、子ども C が50歳で D が46歳みたいな感じだからあの親が高齢化すれば子どももそれなりに年齢は高くなるわけでというのは冒頭でお話しした内容にまさに該当するものということになりますかあの4人とも実家暮らしということであの A 所有の建物にずっと住んでたんだよねっていうちょっとそういう事例ですね。なのでまあまあ一緒に住んでいた A 所有の建物に長年住んでました。 A さんが亡くなってさあ3人で遺産分割協議だということで非常にシンプルなあ事例を挙げています残した財産が建物2000万と預貯金3000万円だったってここもあんまり複雑にならないような事例で今回は例を挙げてみました、あのーまあ、従来だったらどうなるかといえばこれはまあ結局合計で5000万円の財産があるということになりますから 金額で言えばあこの配偶者の B さんか2500万円分もらえるってことになるから例えばあの建物と500万円のお金みたいな形でもらうこれちょうどね5ページの下のスライドかな5ページの下のスライドのところであの旧法ではって書いてあるのがまあまあもともとの民法の相続法の配偶者居住権が導入される前の計算の仕方ですね。 でやはり、えー、と配偶者の B さん80歳ですからね、えー、急に違うところに住めっていうのも。 おこれはいろいろよろしくないわけですよ、健康を害したりとか、やはりあの地方症とかあになってしまう可能性も、ご高齢になってから急に住む場所を変えたりすると、確率は高くなるというのはありますし、すでに発症している場合は、進行がひどくなるというのも、まあ、実例としてはあるようですから、なるべく住んでたところに住まわせてあげたいな、だから建物所有権をお B さんにあげよう、そうすると建物の所有権2000万だから高いでしょ。 高いと結局合計で2500万円までしか相続できないなら預貯金分は500万円しかもらえないって話にこの B さんはなってしまうんですね、えー、老後2000万なのにっていう話ですよ。あの老後2000万とか3000万とかなきゃいけないとか言ってるのに500万しかもらえないのかいってどうせ私はもうあとねそんなに長くないかもしれないけどみたいなことになるのはやっぱりちょっとかわいそうなんですよねあの相反する2つの欲求があるのよ。建物はは確保したいけどそれと合わせてやはり 日々の生活費もちゃんとある程度確保したいもう今更働いてってわけにもいかないだろうし年金はそんなにいっぱいもらえるわけでもないってことを考えればこの相続で引き継げる財産で日々の生活費に使える分もやはりある程度確保したい。 ところが建物所有権の評価額が高ければ高いほど残りの枠の中でもらえるお金というのは極めて限られてきてしまうということになるわけです。一方で経済的にある程度独立してそうな子どもたちは預貯金1250万円をそれぞれえ単純計算で手に入れるってことになるわけですね。果たしてそれが長年まあある程度一緒に生活してきたのかどうかは別にしてその高齢の配偶者の方のその後の生活を守るってことを 考えたというのがあこれが配偶者居住権というものを創設した大きな大きな理由だということになりますかで、えー、実際じゃあ配偶者居住権というものをどういう要件のもとで与えられるのか4ページの下のスライドに戻ってください。 はい、今回の配偶者居住権の、えー、要件はそこに書いてある1番、2番の2つということになります。1つが、はい、B が A の相続開始時にこの建物に住んでました相続の開始時に居住してたってことですね、それが必要です。まあ、生活のの拠にしててたっていうのは うーんまあまあなんだ地方自治法とかで勉強するような住所の話とかと同じように考えていただいて構いませんけれど、まあ、とりあえずそこを生活のメインの場所にしてましたっていうそういうようなことが言えるのであればあそここにに住むことはできるって話になりますそれからこの配偶者居住権を与えましょうって話が。 まあ結局 BCD の3人の相続人の中でまあ統一の意思として固まってるってことも必要ですでその意思の表し方は例えば遺産分割できちんとそういうようなことが決まりました配偶者居住権をこのお母さんにあげようって話を遺産分割3人の遺産分割協議の結果もしくは協議がまとまらなければ あのいわゆる審判分割でも構いませんから家庭裁判所の審判で分割するって場合でも可能ですのでどちらかで、えー、とりあえず配偶者居住権を B にあげるって話が決まったそういう場合もしくは遺贈ですねその配偶者居住権をおーこの旦那さんが亡くなる時に実は遺言を作ってて、えー、あげるよってことを書いてた。 って話があった場合ももちろんそれはそれでオッケーだってことになりますしそれから心臓よ契約がもともと結ばれていたという場合でも構いませんまあどれかですどれかに当たればあこれは配偶者居住権というものを手に入れることができるんだだから あの結局ご高齢のご夫婦の場合は、まあ、遺言を残すにあたってやはり配偶者居住権建物所有権持っている配偶者の方はそれを意識して遺言の中に入れておくってことはこれから必要になってくるっていうそういう話なんでしょうねやはり波、まあ、平さんは船さんの老後のことを老後っていうかねあの船さんのその後の生活のことは考えて、えー、遺言は書いてあげるべきだろうというような話も出てくるので、まあ、その配慮の一環みたいなイメージだと思っていただくといいと ですただね、特定財産承継遺言というのはこれはだめだということになっていますこれ何かというとあの相続させるっていうような内容の遺言ですね。 これこれを相続させるって具体的に。 遺言の中で書いてるとこれ相続法を勉強した方は判例の立場などでそれは遺産分割の方法を指定しているんだっていう, <laughs> いうような言い方をしてだから最初から遺産分割しないでそのターゲットになった相続人にその財産が引き継がれていくんだっていうようなことが認められてたはずなんですね。だかからら特定財産承継遺言言ってて名前をこれからつけて法律の中にもそういうような言いいよな方でその <laughs> 相続させるという内容の遺言のことは、まあ、呼んでいくって話に、まあ、なるんですけれど、まあ、それに関してはうんとねこれで配偶者居住権だなんだをあげますみたいな話になってると、あのー、必ずしも本当にその配偶者居住権を船さんが欲しかったかどうかは今の話の流れだと なんかみんな喜ぶっていう感じで話はしてましたが必ずししももそうではないかもしれませんねだってもういい加減何「桜新町秋田」「ちょっとさ何,何年住めばいいと思ってんのここに」みたいなねテレビが始まってからも50年住んでんのにまだ住むのみたいな話になる「もうそろそろ私は月島のタワーマンションに行きたいんだけど」 <laughs> この波平の,この、ね、なんか平屋のさ建物みたいなところに住みたくないんだけどって思ってるかもしれないじゃないその時にその財産をあげるっていう相続の遺言を残されちゃうとそれいらないって場合は相続放棄するしかなくなっちゃうのよいらないですっていうのはもう相続放棄するって形で、えー、結局どの財産を引き継がせるかこれ船さんだけに対してだけじゃないでしょうからそれぞれに波平の持ってる財産これはカツオこれはサザエこれはワカメでこれは船さんって形であげるんでしょう。で 船さんがそれいらないわって思った時は結局相続放棄するしかなくなっちゃってあのー、そこまで重たいような状態になるっていうのはやっぱちょっとうーん微妙なんですよね遺贈だったら特定遺贈でその遺贈された財産だけいりませんって形は取れますので他はもらうけどそれはいりませんって形は取れますから遺贈の場合はまだいいんだけれどで死因贈与は契約だから本人の合意のもとでやってるんだからそれは問題ないでしょだけどあのー 遺言の中でこれを相続させるってことを書かれてしまうとそれ蓋開けていらないってなった時に結局は全部を放棄するっていう話をするしか方法がなくなってしまうんですとその他の財産もまとめていろいろあげるって書いてある中に配偶者居住権のことが書かれていた場合には他の財産ももらえないっていう状態になって「船さん何ももらえません」では。 これはかえってあの意味がないですよね。こういう制度を置いた意味がなくなってしまいます。だから特定証券、えーえー、特定財産承継遺言と言われるもので配偶者居住権を取得させるというのはいろいろ問題があるのでダメだって話に、えー、なっていたりはします。はい、そしてこれ、えー、とね、配偶者居住権はそうそうあとこう試験に出そうな感じがするのはこれだね。えー、一新専属権だよっていう。 だから一審専属権なんで船さんが配偶者居住権を手に入れたら船さんが生きている間は船さんの権利としてずっと有効です船さんが死んじゃったらじゃあサザエとかカツオとかワカメに引き継がれるかって言われたら相続の対象ではないってことになりますあくまでも一審専属権なので この配偶者居住権はあと、いろいろとこれね長い間ずっとそういった形で家に住むようなことを認める権利だったりしますのでそうするとおやはり登記ができるというそういう話も認められています。 あの実際これ配偶者居住権は債権なんですよ債権なのであの本来は自分が船さんが他の相続人に対して言えるっていうそういう話でしかないはずなんですけれどただあの一応ですね登記もできるのでそこに住むって権利を周りにアピールすることもできるようになっている、まあ、非常に強い保障が与えられてるって話になるのかなその他こんなこともできるのよ。これはまあまああ ああ今一個一個はもう説明しませんがご覧の通りでございます。あの配偶者居住権って建物の所有者になるわけじゃないんですよ。建物の所有権自体は例えばカツオとかサザエさんとかが引き継いでるけどそこに住む権利を私は持ってるわよっていうのがこれが配偶者居住権って言われるものです。 だからあの他の相続人が建物の所有権を相続したとしてもそこに住む権利は船さんがゲットするっていう状態になるんだなのでちょっと下先に見てみようか下のスライド先に見てみるとこういうイメージなんですよあの配偶者居住権としての権利評価額っていうのを1個出すんですよ。建物全体は2000万だけど 配偶者居住権はそれはそこに住む年数などをいろいろと試算した上でえで、ー、出てくる金額は必ずこうかどうかは分かりませんが今回、とりあえず500万だということで試算されたのであればその建物の所有権の2000万のうちの500万があこれが配偶者居住権分だ。 で結局、全体の財産の半分をお2500万円分は船さんが相続できる権利を持っているということであるならば残り2000万預貯金もらえるのよ。で話になればとりあえず老後2000万,、ねえー、2000, 2000万円問題はとりあえずクリアできるじゃないあしかも船さんも80歳になっているということであればたとえその後船さんがあ長生きをされたとしてもですよ、まあ、あと二十何年。 っていう感じかもしれませんね百何歳までいければもうこれは万々歳ってことになってくるでしょうまあまああの旦那さん亡くなった後の奥さんの方が元気だからだから多分20年25年ぐらいは多分ピンピン元気に生きるんじゃないかと思いますよ男性はダメねだいたいね。 <laughs> 見てるとね男性は奥さんに先立たれるともうなんかちょっとガクンってきてしまう方が、まあ、割と割合は多いけど女性は逆に元気になるケースがあの見てると多いような気がしますうちのおばあちゃんもそうでしたね <laughs> でまあそれはそうなんだけどだからまあまあそんな話ですあのこれだからねよくできてるねお金もちゃんともらえるし建物に住む権利ももらえるしあのこちらの場合の CD の1250万っていうのは建物の所有権評価額分も含めて、えー、数字で表すと 1250万円ずつだってことになるから実際は建物所有権分が750万で預貯金500万みたいになるのかなそういう計算になりますけれど、まあ、だから所有者は C と D なのよここではで住む権利を持っているのが奥さんだだからあの奥さんは住む以上はある意味ちょっと使用対象っぽいイメージになりますので。 住むんだったらちゃんと建物の使い道は守って住みなさいとかいわゆる全館注意義務を払って建物は管理しなさいってことを当然要求されるって話になるし固定資産税なんかはそこを見ていただくと分かりますがあのいわゆる通常の必要費ってあの使用対策の時に勉強していると思いますが通常の必要費はこれは借りた側負担だっていうのが使用対策のルールでそれと一緒ですあの。配偶者側で負担するの あの固定資産税とかちょっとした修理代は全部あの配偶者側が負担するってことになるんです権利の譲渡は原則できないし誰かにその建物を貸すとかってことはできなくはないけど結局今回の場合 C とか D の承諾がなければ勝手にやっちゃいけないってことになってますあの勝手にやるとどうなるかって一番下見ると所有者による消滅請求ってね いうのであのであ勝手にいろいろなことをやって用法遵守義務などがあ,あったような場合など特にそうですがあと、無断の増改築か無断の増改築などがあったような場合はこれは消滅請求の対象になってしまいます。 もちろん第三者に使用収益させるのも無断でやったら当然これはあ配偶者居住権の消滅って話になっていくのでまあ,あのちょっとただで借りてるような人と同じようなイメージで、えー、見ていただくといいんじゃないかなそんな話なんですねはいこれがまあまあ「配遇者居住権」ですはい短期居住権が6ページの方に上がってるね はい短期居住権の側ですがあのー、まあまあは同じような事例です、遺産分割協議を行うことになりましたって話なんですが、はい、下のスライド見ていただくとですねあのー、奥様にこれ短期の居住権遺産分割が原則終わるぐらいまでの間のところは建物に住んでていいよって。 とりあえずあの相続人間でどういうふうに財産を分けるかって話が決着つくぐらいまではまずその建物にその奥さん住んでていいですよって旦那さんが先に死んじゃった場合ね、えーまあ、旦那さんが先に死んだか奥さん先に死んだか生き残ってる配偶者の方,の方がそのまま住んでていいよあの遺産分割があ話し合いまとまったらそれで例えば配偶者居住権とかが。 その配偶者に与えられればそのまま住み続けることはもちろんできますしまた別の形で生産することもあるかもしれないでしょだけどあのとりあえずそこまでの間住むかどうかってね遺産分割協議やってる間その建物に住む権利があるかどうかっていうのも実は微妙に問題になるのでそこはあまあ住んでていいですよ奥さんはもともと亡くなる段階で、えー、その家に住んでたんであればあそこの建物にですねこんな感じです。 え遺産分割により建物の所有者が確定した日または相続開始から6ヶ月経過した日はいこれのいずれか遅い日までは住んでて構いませんただでって話になりますまあ遺産分割で話し合いがついたらっていうのは今言ってた。 通りですねそこまではとりあえず奥さん住んでていいよそれから何で「2」があるのかって話なんですけどあの相続開始から6ヶ月経過した日までというのはあのねこれ遺産分割の話し合いがえらい早くまとまっちゃった場合ですね。A さん亡くなって、えーね、そのお葬式の日にその相続にみんなが集まってそこで話がまとまってしまった。 もうこれでいいよねって話でまとまってしまってでそれで、えー、ともうあの配偶者短期居住権遺産分割で建物所有者が決まるまでですって言われてお葬式の日でもう終了って話になるのはちょっとそれはそれでなんか変な話があるじゃない。あのせめて引っ越し先見つけるぐらいまではさ いさせててあげようようってあの民法の世界で引っ越し先を見つけるのに必要な期間は6か月だっていうのを他の制度でもいろいろ勉強してきたはず定当権のところとかでもだからその制度をここに持ってきたの,あの6か月経過した日まではいていいよってこれね遺産分割が早期合意の場合と書いときますか。 はい、早期合意のケースはこれは2の方までは住んでていいですよって話にしましょうっていうそういう扱いをするんだということなんですね。これれねあののさんが相続放棄しても短期居住権は認められるのだって相続放棄したってやはり引っ越し先を見つけるまではきちんと生活ができるような状態でいさせてあげなければいけないでしょ。 だからそれは遺産分割で他の相続人の人たちの間で建物の所有者が決まるまでかあもしくは丸二番かどちらかまではたとえ B が相続を放棄してもいられるんですよ。だこの配偶者短期居住権ってその相続をするこの配偶者の方があ相続放棄をしても認められるようなこれまた一新専属権です一新専属権です。だからあああのー、まあ、まあね 別に、えー、相続の対象になるとかそういうものではないでしょう短期のものだからってことなんだけど一新専属権でこれは登期の方法はありません登記をすることはできませんやっぱり一瞬のものなのでこの一瞬のものに対して登記をさせる必要はないよねっていうそういう発想なんでしょうね はい、実はこの他にも短期、えー、居住権の取得のタイミングというのはあるんだけどまず代表的なものを1個知っておくといいでしょうね、代表的なものを1つ、えー、知っておいていただいたらいいと思います。今回この B さんは あそのですね相続する建物に対してあの一応建物の相続権を持っている状態なんですね建物の相続権を持ってる状態で、えー、それで遺産分割にも参加しててその話し合いがまとまるまでか遺産分割が早くまとまったんだったらあそれは相続開始から6ヶ月までかどっちか遅い方まで住んでていいよということを認めてるって話です。例えばこの建物が全然関係ない人に移されてた なんてことがあった場合どうするかとかってそういうような話も実は別のルートで用意されていたりはするんですけれどちょっとそれは今回はあの割愛しておきますあのここまでのお話でということにしておきましょうかねはいこれが配偶者短期居住権と言われるものです、はい、それから持ち戻しの免除の推定なんていうね話も入れてあります えーとケーススタディの中見ていただくとまあ割とベテランのご夫婦ですね40年ぐらい、えー、もう一緒にいるっていうようなあベテラン夫婦ということになりますか1980年に結婚して子供二2人いて2019年今年 A さんがお亡くなりになったということなんですねでいろんな財産を実はあ A さんは残してくれたで今回問題になるのはこれですよ 生前にこういった贈与があったっていう話です。ね二2000万円相当の贈与があったんだってこれをおですね今までの特別受益にこれがもし当たるっていう話で、えー、計算するってことになるとですねあの相続財産は。 あいくらになるかといえば、三千、四千、二千、二千足すから、一億一千万という計算になるんですよ。でいあの要は、持ち戻しって形で、この B に対する贈与がなかったら、これだけ財産あったよねってことを前提に、相続分を計算して、B の取り分からこの二千万引くっていう、そういうようなやり方を取ることになります。一億一千万を二で割ると、五千五百万。 5,500万から2,000万引くからあ今回現行法だと3,500万円っていうのが今回の相続財産として手に入れることができるものまあ生前に2,000万円分の権利もらってるから合算すると5,500万か5,500万円があー B さんが手に入るものっていうのがあの現行法の計算になるわね現行法の計算になります。ついてきてきる <laughs> 大丈夫あの数字の計算になった瞬間にポカーンとする人が <laughs> 現れるのを若干ねやっぱり前にいると空気感をなんとなく感じますから <laughs> もう一回言っときますけどあの全部足すと1億1000万になるでしょおこの今回の数字ね、えー、300040002000と2000全部足して1億1000万をこれをお普通に配偶者の法、ー、定相続分二分の一かけて。 計算するそうすると5500万になるけど、まあ、特別受益がある人はその特別受益分をそこから引きますからあだから結局それで3500万になっちゃうということですね。も、ま、と、あ、もと2000万もらってるので合算すれば5500万円分の財産をタイミングずらしてもらってるってそういう計算になるんですよね。あの今回 こうやって、えーとですね、下のスライドに行くとまず婚姻生活が、まあ、40年もいらないです、これ20年以上ですね、今回たまたま40年だけどこれが婚姻生活が40年ではなくて実際の要件では20年以上です。結構これれは大きききく報道さたたからでとに ななんとなく覚えている方もいらっしゃるかもね長年連れ添った配偶者を守る制度ができたっていうので、まあ、代表例でよくこれ紹介されてましたね20年間一緒に住んでたであの今回の生前贈与は居住用の建物です居住用の建物だってことになります生活のベースになっている建物を生前贈与で渡されているこの2つの条件があの必要ですだから20年以上連れ添った夫婦でなければまずダメです。 それから今回の持ち戻しから免除するという推定をかけていくのはあくまでもその生前贈与の財産が居住用の建物であると <laughs> 居住用の建物だというところも条件になります他のものはだめよ宝石とかねそういうのはだめですあくまで居住用建物をあげたってことになったらじゃあそれは持ち戻しはしませんってことになるんだよね多分そうだよねっていう扱いをします。もちろん あのー、明確な意思があって持ち戻すとかってことが合意されてればここからの話は適用されませんけれど特に何もそのあたりが明確になってないならこの生前に渡した居住用建物の権利というものはこれは持ち戻しの対象にはしませんしないということはじゃあ,あ相続財産どうやって計算するんですかといったらこの2000万を入れずに、えー、300040002000で9000万で計算する。 っていうことになります。あの９千万を普通に 2, ２分の１かけるのがあの Ｂ の相続財産ってことになるの。ここに出てくる ＡＢ の相続財産これがはい９千万かける２分の１です。だから４千５百万ってことになりますね。でもと,もと生前２千万のお金の財産もらってるから合算すると６千５百万になるじゃん。 ってことになるでしょつまりこの持ち戻しの免除っていうものが働いた方が配偶者が取れる財産分が増えるんですよ。 っていうようよな話今回は1000万円だけだけど 1, 万円の差が出るこことになりますこれ数字が変わればもうちょっとまたあ数字の、ね、差が広がったりすることもあるかもしれませんけれどただ1000万でも2000万でも多く財産を引き継げる方がありがたいわけですからだから長年連れ添った配偶者の方当然そこの老後の生活の面倒を見てあげようというのは あやはり、えー、亡くなった方があ生前贈与をその配偶者にしているような場合は特にそうなんでしょうけれどおこれは生活の基盤を守ってあげるってことで生前贈与したはずだだったらこの特別受益としての持ち戻しの対象から「外す」「多分外してるよね」って推定しますよ「見なす」ではないですから推定なので、えー、それはあ別に明確な合意などがあ生前あれば。 あもちろんこの話は適用されませんさっきの1億1000万で計算することになります、まあ、そうじゃなければ9000万をベースに計算してもともともらってる2000万円はこれは相続財産に含めないというような形で処理をするということが認められてますという話なんですねはいそれから最後が対抗要件主義の導入といわれるものです まあ上のスライドの中などを見ていただくと,えと A は遺言でその所有する土地を相続人 B に相続させる旨の遺言まあこういうのが先ほども出てきた特定財産承継遺言というふうに呼ばれるものですね。何々を相続させるってえ遺言に残すようなものこれ残してなくなってます。別の相続人が 勝手にその土地の登記を自分名義に書き換えて第三者に売却しましたで第三者名義の登記の書き換えも終えてしまいましたさあ少なくとも B はこれ相続で土地の権利を手に入れた今までのルールだったらこれ登記いらないんですよね登記いらずに私相続で手に入れた戸籍見ろみたいな話でえそれでえ対抗できたってことになってました2はい下のスライド まああ同じようなもんですねあの相続分子供が BC で2人いるということなのに、まあ、本来なら頭数で割って2分の1ずつの相続分にならなきゃいけないでしょそれ3分の2と3分の1って何でしょうねなんかあの B の方が C よりかわいいみたいなそんな感じの話なんですかねなんか差をつけたということだったんですよ。だこれあの法定相続分と違う感じの相続分を設定しちゃってるじゃないで まあ,あとはお決まりのパターンだね3行目以下で C は法定相続分で登記を勝手にしてだ2分の1だってことで登記をして自分の2分の1の持ち分があるんだってことでそれを D に譲渡した本当は3分の1しか相続してないのに2分の1の相続分があるってことで、えー、譲渡してしまったさあこれはあー B さんからすれば3分の2の相続を得てるはずだとういうことを本来なら登記なくして今までなら。 対抗できたんですよ。って話になったんですけれどさあ、これどうなるのかな実は、はい、上のスライドなんですがこういうルールが新たに導入されていますこれは今までと扱いが変わりますね法定相続分を超える部分については対抗要件具備しなければ第三者に対抗できませんあくまでも超える部分ですね超える部分についてはって話です。 だから、あのー、今回の,配偶,者の、まあ、配偶者の B さんとか相続人の B さんだね、えー、相続人の B さんなどはこれは登記なくして対抗できるのはあくまでも法定相続分まで,なよ法定相続分まではあそれは何とか登記なくして対抗できます。 法定相続分まではあ登記なくして対抗できるということになりますあの。それ超えたら、超えた分は登記が必要っていうね。超えた分は登記が必要だっていう、そういうようなお話になっております。 あくまででも超えた分だけけなんですけれど、まあこれ導入したのはね大きく何か2つ理由があるみたいです。あのまずは遺言の内容なんか周りの人は知ったこっちゃないっていう。 だから法定相続文と違う形で遺言を残しているならちゃんとそれを登記してくれないとその土地をその後外部の人が取引関係に入ろうと思った時にやっぱりこのケーススタディの2つの事例のようなトラブルに巻き込まれる可能性が出てくるわけですだからやはり法定相続文と違う形で相続をしているんだったらちゃんとそれを分かるように登記してくれそれが取引の安全を図るという意味ではやっぱり大事なんだろうな。 それからあのー、ね一般知識なんかでもちょっとお話しすることがあるけれどあのー、相続をした時にやっぱり登記をするっていうことをきちんと国民に習慣づけさせないとね 特に土地の登記の場合蓋を開けたら全然その前の所有者がよく事業で例に出してましたけどあの前の所有者誰だろうと思って調べたらあその人が住んでいる場所は満州国の法典というところだというような話でそこから登記更新されてませんみたいな話が本当に出てくるんですよ。そそううするるとその間何台一体人が変わってるんだろうって全部追いかけていくなんてなったら調査するだけでえらい時間とお金がかかってくるんじゃないかって話になるんですよ。 だからその辺りを考えるとやっぱ相続した時に登記しろっていうそのインセンティブを与えなきゃいけない登記しておかないと相続法定相続分と違った形で相続した時に対抗できなくなるぞっていうことを定めておけばみんな登記するんじゃないかなって。そうするとと所有者不明土地とかも これ以上増えることを防ぐことができたりするんじゃないかなとかいろんな狙いがどうやらあるみたいです、まあ、あのそういったところを考えてこれはあ今回です、ね、対抗要件主義というのを一部導入するということでこれ今までとちょっと扱いが大きく変わるところという話にはなりますかね、はいえーまあ、この辺りが、あのーまあ、改正ポイントということで、えー、今回紹介したかったお話ということなんですね。 まあまああのー、こうやって見てくるとわかりますけれどあの今までと大きく変わるところっていうのも、まあ、結構ありますしこれはあ第一部の日高さんの、ね、授業の中でもそういうのは出てきてたはずです、それから変わったというよりは判例理論の明確化っていうの,あの判例の内容を条文化するとか。 あそれから今まで条文ではっきりしてなかったところをもう明確に、えー、今までだったら解釈でそういう理解をしていたところを、まあ、条文化する、まあ、このあたりは、うん、多分第一部の中で債権者代意見の話とかね、えー、していたんじゃないかと思いますけれど判例で認めてきた話をもうこれからは条文の中に入れていきましょうっていうような話をしていくいわゆる条文を整備したって話とそれから大きく変更するところと変わらないところがあるんですよね。 だからあああのまあ、まあ、第3部って無理やりあの一言だけ言って終わりにしますけれどああのまあ、要はこれからのその民法の改正の勉強っ,ったときにこの3つ、やっぱり、うん、視点としてはとても大事なんですあの要は大きく本当に大きく変わったところっていうのをしっかりそれはそれで抑えるそれから明確化されたっていうね判例理論とか条文で明確化された部分は何なのかこれ今までの知識が使えるはずなので、まあ、そこにちょっとプラスアルファ要件が加わったりとかあ善意だったのが善意無重過失になった まあるるけれどど、まあ、そこの違いなど含めて把握するあと変わってないところは変わってないっていう変わってないところをしっかり把握するっていうのも多分大事になると思いますあのやはり今まで通りだよっていうような話は、まあ、債券じゃなければ物件なんかほぼほぼ全部今まで通りですから。 ね、で民法早速、総則も意思表示と時効を抜かせばあと大体今まで通りなんですよだからかそこはまあいいとして債権の分野でも変わってないところは変わってないんですよ変わったところと変わってないところっていうのをちゃんとお分けて整理しておくってことをやらないと特に今まで勉強していた方は頭の中で萌えの持ってる知識とそれから新しい知識がこうねごちゃごちゃになってしまうっていうのはやっぱり避けなきゃいけないかなっていうところですで試験対策的には全体を網羅しないといけないですから。 試験対策的には全体をきちんと勉強するというのは当然、大事なことになってくるという話なんですねあの、まあ。変わったところだけをきちんと把握するというのであればそれはあの今回、まああの、急に宣伝になって恐縮ですがあの本日から販売開始でございます、えー、9時間でわかる改正民法マスター道場と。 お言われるものがですね、えー、来年1月17日21日31日の3日間ですべ、えー、て7時から夜の10時までという形で渋谷駅前本校で、えー、実施をいたします通信講座ウェブのみですがそれもあります、えー、と通信も通学も1 5 0 0円というですね、えー、お手頃価格で提供するということになっていますので、えー、ですからぜひそのあたりは利用していただくと変わったところはまずきちっと把握できるかなそういう話なんですねそれからあの全体をっていうならこれはやはりそこ も含めてやはり変わってないところの知識なんかも物件の問題出てくるのは確実に出てくるだろうからそこはそこでちゃんと把握しておかなきゃいけないからあやはり改正点だけにこうわーっと取っかかるっていうのはあまりいいことではないのかなまあレックの合格講座とかそのプレミアム合格塾の中のインプットものっていうのは全体をお話ししますのであの実際2020年の試験を受ける方はそれをね利用した方がいいのかなとは思いますけれどまあ改正点だけサクッとっていうんであればまあ1月まだ発表前 ほぼ発表前ですから最終回ちょっと発表後になっちゃってますけどあの1回目2回目は発表前だったりするのでよかったらぜひね利用していただければなということを考えておりますはい、えー、と言いますのでここでだいたい時間があ来ましたので、えー、今回ですね えとどこが変わる改正ポイントと試験への影響ということで、まあ、日高先生と私の方で分かれて、ね、担当してお話をしてまいりました、えー、まあまあこれからもまた改正のお話あちこちでする機会はあると思いますのでぜひ、えー、いろんなところを利用していただいてしっかり情報を手に入れてもらえればなと思います。それれれでででではは本日はこれで終了ですじゃあお疲れ様でした